はい、皆さん、こんにちは。入門講座刑法第1回目の講義を始めます。担当は X 先生講師、森剛です。よろしくお願いいたします。はい、今日からね、刑法ということで、また気分も新たにという感じですね。はい、で今日、刑法の1回目ということで、今日やる内容としては、今日レジュメ全部で、11枚ですかね、あるわけなんですけども、これ、8枚目からかな。この8枚目から、すごく大事な話になるんですよ。すごく試験で点数に直結するような話って8枚目から始まるんですけども、逆に言うと、7枚目までに関しては、そんなに試験に直接直結するような話ではないんですね、正直なところね。この刑法って何なのか、刑法の役割であったりとか、犯罪とは何なのかっていうところで、非常にいろんな、立場があるんですよね。やっぱ犯罪って何を犯罪にするかって結構難しいじゃないですか。多分皆さんあんま真剣に考えたことないと思うんですけども、それを真剣に考えた数々の学者たちの見解というのをギュッと凝縮したのが、前半ちょっと続くんですけど、そんなに大事な話というわけではないです。で、ただというか、抽象的な話が多かったり、難しい用語が結構出てくるので、私が何が言いたいかっていうと、8枚目に突入するまでに、めげないでほしいということですね。はい。結構難しい用語とかいっぱい出てきてよくわかんないなってなるかもしれませんが、別にいいです。極端な話。7枚目までは正直理解できてなくても、別に、後の講義とか聞いてくると、あの時ってああいうこと言ってたんだなってわかるようになるかもしれませんので、別にわかんなくてもいいです。ただ、8枚目以降はめちゃくちゃ大事な話になるので、そこだけ意識してくださいね。途中でもういいやってならないように、8枚目からは気分を変えていただきたい。というふうに思います。はい。じゃあ、中身に入っていきたいかなと思うんですけども、刑法とは何かということですね。まず、第1章、刑法学習上の注意点、刑法の特徴とありますけども、刑法の特徴から読んでいきたいと思います。で、刑法は、刑法総論と刑法の格論に分かれています。で、刑法総論というのは、刑法全体、いろんな犯罪全体に通じる話ですね。民法でも、総論とか総則とかってあったように、そういったものから始めます。ただ、これ結構もう、総論と格論が、テキスト上も、ほぼ半々ぐらいのページ数なんですよね。若干格論の方が多いかなぐらいで、そういった意味では、両方とも大事です。で、格論っていうのは、例えば、強盗であったりとか、放火であったりとか、窃盗であったりとか、それぞれ個別の犯罪について出てくるような論点、問題点ですね。個別の犯罪の問題点。総論っていうのは全体的な問題点。例えば、正当防衛とかって聞いたことあると思うんですけど、正当防衛って別に、特定の犯罪で問題になるわけじゃなくて、犯罪という大きな括り全体で問題になる。こういったものが総論、格論ってなってるんで、その違いがあるんだよ。で、総論っていうのは、この3つのワードはめちゃめちゃ刑法総論で大事なワードなんですが、構成要件、違法性、責任。この3つの、領域っていうのがメインです。はい。といった領域を区別して理解することが必要ですよと。で、特徴としてはね、全体として理論的な一貫性を意識することが大切であり、答案で論理矛盾が起きないように気をつければならないっていうのは、そんなのどの科目でも一緒なんですけども、刑法は特にこの傾向が強いですね。はい。それは、刑法の特色として知っておけばいいかなと思いますので、一応なので、なんていうか、ここに、違う本に書いてあることを、よくわからないまま、ごっちゃごっちゃにドッキングしちゃうと、論理矛盾する可能性が、危険性が高いですよというのだけ気をつけてもらえばいいかな、というふうな感じですね。で、第2章、刑法と憲法、民法との関係ということで、これも全然大した話じゃないんですけども、概念的な突破さえ理解しておけばいいかなというところで、憲法との関係としては、憲法っていうのは、個人の基本的人権を保障しているんですよね。まだ学習してないので、ピンとこないかもしれないですけど、国家から我々の権利を侵害されないようなね、そういった働きがあるわけですね、憲法にはね。で、刑法は、他人の利益の重大な侵害に対して、一定の要件のもとに、犯罪として、国家権力による制裁を科すわけですよ。当然ですよね。殴られたら、その人を警察に逮捕してもらうとかっていう、ことをすることで、そういう機能を持つことで、その憲法が保障している個人の利益を、より確実に保護しようと。だから、刑法があるから、我々は人に殴られないで済むんですよ。で、なぜなら、殴ったら刑法が発動して、国家権力、警察がその人を捕まえてくれるからということで、そういったつながりがあるという程度ですね。で、民法との関係では、民法だと、損害賠償責任っていうのは、金銭賠償ですよね。民法で、殴られたりしたって同じ例でも、民法だったら慰謝料とか、治療費とかを請求するわけです。
で、民法上の請求で相手を逮捕させるってことは、まあ、ないわけですね。で、刑法の責任は刑罰なわけです。で、当事者間での解決、民法は当事者間で解決するので、例えば民事訴訟法だったら私的自治の原則とかって出てきたわけですよね。弁論主義とか。あれはまさに当事者間での解決を念頭に置いているわけですけども、ただもう、それだけで、例えばね、殺人させといて、お金払うからって、なんか、まあ、死んだ人にお金払ってもしょうがないんだけど、まあ、だから殺人はちょっと例として難しかったかもしれないけど、まあ、なんでも、そういうね、犯罪やっといて、お金で解決させるのは、それはちょっと良くないので、ここに書いてあるように、民法にのみ委ねるのが適法でないほど著しい法益侵害があった場合に、国家による制裁を加えるという関係で、逆に言うと、民法にのみ委ねるのが適法であればそれでいいんです。その考えのことをこの刑法の権力性って言ってて、まあ、このワードは司法試験の答案で使う可能性がゼロではないですね。うん、刑法の権力性。これって刑法で罰するほどのものなのみたいなね、時に、ちょっと民法との比較をしてみて、考えるっていう時に使う。だから民法と比較して、考えたりするときに、民法に比べると刑法はそんな簡単に発動させるものじゃないんだっていう、そういった基本的な理解があるんだよっていうことですね。あまり憲法との関係が論文でどうってないけども、この刑法の権力性だけはね、論文で使う可能性のあるワードではあります。で、続いて、刑法の役割ですね。はい、刑法の役割、まあ、それもね、皆さん、一番何より刑法の役割って言われて、頭に来るのは、多分普通の人はこれなんですよ。刑法の法益保護機能、他者の利益を刑罰によって保護する。さっきも言ったように、殴ったら犯罪になるから、皆さんは殴られないで済むわけですね。これがまあ何より、まあ、しっくりくる機能ですね。機能ね。役割というか、機能ね。で、ただもう一個すごく大事な役割があって、これは皆さん、というか法律の勉強をしてない人はあんまり意識してないと思うんだけども、めちゃくちゃ大事な役割が、刑法の自由保障機能っていうのがある。何かっていうと、法律に定められていないものは犯罪ではないとすることで、各人の幸福追求の利益を保障する。つまりね、何をすれば犯罪なのかっていうのが分かってないと、逆に何もできないでしょっていう話なんですよ。うん、まあ、例えばその、ね、経済取引とかって、まあ、いろんなさ、細かい、まあ、法律とかあるわけじゃないですか。で、それでちょっとまあ、やっちゃって逮捕されたニュースになったりすることもたまにあるんだけども、まあ、あれも、もともとこういうことをしたら、いくらね、経済活動が自由とはいえ、ここまでやっちゃうと犯罪だよっていうようなことが、ちゃんと事前に決まってるから、そのルールを守って、逆に言うと守ってれば、まあ、ね、刑罰的なことにはならないわけですよね。さすがにあの人やりすぎじゃないみたいな、他の人からどういう目で見られるとか、まあ、全く関係なく、国家権力によって罰せられない。まあ、つまり、刑法というね、何が刑罰かっていうのを事前に決めておくことによって、これは刑罰じゃないんだっていうことが、わかるっていうことが、逆にそれが我々の行動の自由を保障してくれているんだという、理解。これも結構大事な話ですね。続いて、刑法の基本理念というところに行きます。で、まず、何と言ってもこれ、第刑法定主義。法律、刑法を勉強したことがある人で、第刑法定主義聞いたことないという人が、まあ、いないんじゃないかというぐらい、まず最初に出てくるワードですね。めちゃめちゃ重要なワードですね。ただ、論述であんま使わないワードではあるけど、実際問題としてはかなり大事なワードです。で、これはさっきの自由保障機能とすごく強い関連性があって、ここに書いてあるように、罪刑は罪と刑罰かな、罪と刑罰、ね、罪と刑は、これは法律によって定めなければいけませんよっていう主義のことですね。で、犯罪と刑罰ね、犯罪と刑罰は、だから罪刑ね、犯罪と刑罰は、あらかじめ成文の法律によって明確に規定されていることを要するという原則。でもさっき言ったことです、ここは。国民は事故の行動が処罰されるか否か予測できることになり、自由な行動が可能となると。で、罪刑法定主義は行動の予測可能性の輪郭を示すことにより、国民の自由を保障するということです。はい。まあ、これはすごく大事な話ですよね。で、この罪刑法定主義の派生原理っていうのがあります。まあ、ざっくりとそのワードとその中身っていうのをね、知ってておけば、まあ、もし担当で出たときに、まあ、区別がつくっていうような、そういう状態であればいいのかなと思うんですね。で、まず一つは、訴求処罰の禁止ですね。訴求処罰の禁止。
刑法はその、施行の時以後の犯罪に対して適用され、施行、あ、この施行おかしいね、ごめんなさい。建物じゃないんだからって話だよね。これ。施行前の犯罪に対し、遡って、適用されることはないという原則です。うん、だから例えば、こういうことをしたら犯罪ですっていうのが決まってない段階で、まあ、何でもいいんだけど、なんか例えるのが出すのが難しいな。まあ、例えばじゃあね、今ちょうどそのコロナの時代とかだからさ、人前でくしゃみをしたら犯罪とかっていうのを出そうとするじゃないですか。で、まあまあそれが妥当かどうか置いといて、それを犯罪にするときに、その犯罪をって決めた、施行した後にくしゃみした人は当然犯罪にできるけども、その前に今までくしゃみしてた人を遡って、あの時くしゃみしたから犯罪だよっていうことはまあできませんよと。その時に犯罪って決められてないものは後から法律作って犯罪にすることはできませんって、至極当たり前というか、これが保障されてなかったら我々本当怖いですよね。今やってることが後で犯罪って言われたらたまったもんじゃないよって話になるわけです。今憲法にも条文ありますね。憲法39条。何人も実行の時に適法であった行為、またはすでに無罪とされた行為については刑事上の責任は問われないと。また同一の犯罪について重ねて刑事上の責任は問われない。ここね、実行の時に適法であった行為ね。ここね、だから後から、犯罪にさせられることはないよということですね。まあ、続いて、慣習刑法の禁止という原則です。これは、犯罪と刑罰は、法律の形式により、明文で規定することを要し、刑法の法源として慣習法を認めないとする原則ですと。やっぱね、こういう慣習があるから、こういうのはね、今まで犯罪として扱ってきた慣習があるから、刑法には条文がないけども、あなたは、行為は犯罪なんですよ、みたいなことは言われませんよと。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですよね。ということです。続いて、類推解釈の禁止。ここがちょっとややこしいんですよね。で、類推解釈って何かっていうと、類推解釈は、法律が本来予想している範囲を超えて、類似した、事項にまで運用を認めるものであって、これ、罪刑法定主義に反するため、刑法で許されない。例えば、民法とかでさ、商法とかでもさ、よく類推適用とかバンバンやったじゃないですか。バンバンっていうか、まあ、94条2項類推適用とかって言ってね、覚えたじゃないですか。ああいう類推適用は刑法じゃできませんよ。こういう犯罪行為がありますよと。で、それに、これは、まあ、ちょっと、趣旨が妥当するから、これも犯罪にしましょうっていう類推適用はできませんよという、理屈です。はい。これもね、刑法の勉強を少しでもしたことがあるんであれば、最初に習うな、絶対覚えているであろうことです。ので、まあ、これも覚えておいてください。で、一方、こっからややこしいんですよ。一方、拡張解釈は、法律の予定する範囲内でその用語を通常の意味よりも広く解釈するものであり、罪刑法定主義に反しないって言われてて、で、これは、まあ、非常に有名な判例、百選判例があるので、それを紹介しておくと、7ページですね。7ページ。で、このテキスト7ページ見てもらうと、はい、これね。だから、拡張。書いてないようなものを、ね、書いてることに反する書いてないようなことを法律に、ね、法律で罰することはできないんだけども、法律に書いてあるその用語をなんか一般的な理解よりも広げて解釈することは許されるんだっていうのはこの拡張解釈っていう概念なんですね。で、まあ、それに関する判例がこれで、そうね。で、ちょっと見て読んでいきます。はい。X は、法廷の除外事由がないのに、要求銃、クロスボウ、クロスボウ、ボーガーみたいなやつ、弓矢を鉄砲みたいに出すやつです。クロスボウって言って。ね、それを使用して、マガモあるいはカルガモをめがけて、矢4本を発射しましたと。で、1本も当たりませんでしたよと。で、鳥獣保護及び狩猟に関する法律っていうのがあって、その1条の4の第3項に基づく、まあ、法律で、こういうのがあるんですよ。弓矢を使用する方法による捕獲を禁止してるんですね。で、これって、じゃあ今、この X さんって、鳥捕獲しましたかっていうと、捕獲してないじゃないですか。弓矢は使用しましたよ。でも、外したんですよ。4本とも。ね。じゃあ捕獲なんてしてないんですよね。うん。ってことは、これ、捕獲っていう、これで逮捕されたら、なんか不自然じゃないですか。逮捕っていうか、まあ、罰せられたらね。捕獲してないのにっていう。そう、まあ、でもこれ判例最終的にこれ捕獲に当たるって言ったんです。
なかなか衝撃的な話ですよね。知っとかないと多分担当とかで間違えると思うので知っておいてほしいんですけども、まあ、矢が外れた場合も弓矢を使用する方法に深くに当たるかが問題となったということで、これの判例はね、こう言ってます。矢が外れたため、鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷することに至らなくても、鳥獣保護及び、狩猟に関する法律の禁止する弓矢を使用する方法に深くに当たるというふうに言いました。で、これはなかなか、すんなりとは受け入れられないと思うんですよね、皆さんの感覚的に。で、これはね、やっぱここなんですよね、結局。法律の予定する範囲内で、まあ、用語を広く解釈することは、まあ、できるわけなんですけども、これって結局、なんで判例が、まあ、これを、捕獲に含めたのかっていうと、まず、判例はね、この法律全体の、つまりこの一文だけじゃなくてね、この一文だけじゃなくて、全体の規定を、まあ、読み解くんですよ。そうすると、まあ、鳥とかを保護するような、まあ、規定なんだなと。で、そうなったときに、じゃあ、なんか実際捕まえた場合じゃなくて、その矢を、撃ったこと自体を、やっぱその矢を撃つこと自体を、やっぱりその、罰しないと、まあ、この法律の目的は達成できないよね、と。うん。いうことなんですね。だから、まあ、その全体の規定、つまり、その法の予定する範囲っていうことなんで、その法律全体を解釈するんですよ。それで、捕獲っていうワードをちょっと広めに取ったんですよ。捕獲に当たる、つまり、捕獲には全く当たらない行為を、捕獲じゃない、捕獲とも到底言えないような行為を、なんていうか、この条文で罰することは、それはもう類推解釈です。それはできません。ただ、まあ、ちょっと私個人的には苦しいと思うんだけども、捕まえてないんだからね。うん、でもまあ、もう矢を撃つことによって、もうそれは捕獲に当たるんだという解釈をしてるんですよね。うん、まあ、一応、ただこれ、5人最高裁の裁判官がいて、5人全員の意見の一致でこれ、捕獲に当たるっていう判断したらしいので、まあ、そういうふうに考えてるんだな、裁判官はっていう感じですね。あんまり細かいことは考えなくていいと思うんですけども、まあ、大事なのは、まあ、法の、予定する範囲の中で、あくまで用語自体を広く解釈してるだけなんで、そういう判例なんだということ。あとは、まあ、この捕獲に当たるんだという結論ですね。これは、まあ、担当で聞かれたときに結論として当たるんだというふうに、最高裁は見なしたということを覚えておいていただきたいなと思いますね。で、今言ったように、法律を、まあ、用語に基づかない解釈っていうのは、まあ、基本的には、まあ、厳しく制約されるわけなんですけども、一方で、この行為者に有利な方向に向かっての解釈は、これ財刑法定主義の制限に服するものではありませんと。これ財刑法定主義違反にはならないということなんですね。結局その罰する方向、より強く罰する方向に解釈するっていうのは厳しく制限されますけども、罰しない方向への解釈っていうのは、これは特に財刑法定主義に抵触はしないという。ここです。趣旨考えたら当たり前ですね。はい、財刑法定主義っていうのは、あらかじめ何を罰せられるかっていうのを明確に決めておいてくれってことなんで、まあ、罰せられない範囲が広がっても、それは別に大した問題ではないということです。財刑法定主義との観点とね。で、続いてですね、明確性の原則。まあ、この当たり前の話ですけども、立法者は、刑罰法規の内容を具体的かつ明確に規定しなければならないとする原則。うん、何をやったら犯罪になるかよくわかんない場合は、それはちょっと法律として良くないので、そういった法律はダメだよということですね。はい。ここに書いてあるように、刑罰法規の内容が不明確で漠然としているため、客観的に把握できないときは、その法規は財刑法定主義に反し、無効になると返すべきだよと。漠然としている法律ね、なんか、良くないことをしたら、懲役1年とかね、良くないことってなんだよみたいなね、明確じゃないじゃないですか。不明確なものは、規定は無効だよということですね。で、続いて、刑罰法規適正の原則。
刑罰法規に定められる犯罪と刑罰は、当該行為を犯罪とする合理的根拠があり、刑罰はその犯罪に均衡した適正なものでなければならないという原則を言います。これはちょっとなかなか罪刑法定主義っていう形式的な枠の中で説明することが難しいんだけども、つまり罪刑法定主義って、犯罪と刑罰を決めてればいいわけじゃないですか。でそれも別に明確であればいいわけで、明確じゃなきゃね、そもそも、これの趣旨に反することは明らかだと、明確にって書いてるからね、ここね。だけども、例えば、なんだろうな、時の権力者とかがいてね、例えば、その権力者の悪口を言ったものは死刑だみたいなね、法律を作るとするじゃないですか。それは、罪刑法定主義と、この原則からいくと、確かにもう明確というか、悪口が明確かどうかは置いといて、ある程度絞られてる。で犯罪の刑罰も決められているわけですよ。でも、これの観点からダメなんですよね。その何を根拠にしているんだと。合理的な根拠がないじゃないですか。民主主義の、現在においては。でしかも、均衡しないでしょ。なんでその程度で死刑なのと。だこれ、例えば、あれですよ、万引きは死刑とするとかも、基本的にこれに引っかかる可能性が高いですね。万引きは死刑っていうのも、万引き自体は別に合理的じゃないですか。でも、それで死刑やりすぎじゃないかなってなると、それは均衡してないんですよね。罪の内容と、万引きはいけないことなんですけども、今の我々の常識的な観点からいくと死刑はやりすぎかなって思う人が多数派だと思うので、そうなるとやっぱ均衡してないよねということになるので、それも良くないと。この辺も、罪刑法定主義の、形式的にはちょっとなかなか、一致しない感じはしますけども、派生原理としてこういった、ルールもございます。ルールというかね、原則がございますよということになっているわけですね。で続いて、公益保護の原則ということで、一応その刑法っていうのが一体何を目的とするものなのかっていうのは非常にやっぱり深い争いというかね、議論がなされてきたんですよ。ただ、そんないろいろね議論がある中でも、間違いなく法益を保護することは重要だろうという、その話です。社会秩序維持が刑法の目的であると解する見解、つまり個人個人の法益、私がね人から権利を侵害されないっていう、個人個人が権利を侵害されないことっていうのが当然刑法にとって大事な目的なんだけども、それ以外にも社会秩序を維持しましょうっていうのがね目的なわけですよね。そのわいせつな行為とかを禁じるとかっていうのも、その別にわいせつな行為を禁じるのは、別にあれなんですよね、別にそれで誰かの権利が侵害されてるとかっていう、ね、こととは関係なく、社会秩序を維持するため、賭博とかもそうだよね、賭博とかも社会秩序を維持するため、そういう目的ももちろんあるんだけども、やっぱり重要な任務としては、保護法益、個人の、利益を守るっていうのがあるよねという、そういった原則の、当たり前の話ですね、これはね。で、次、責任主義ですね。これも責任っていうワードが、まだね、責任っていうワード、刑法を始めたばっかの人で、本当に始めたばっかの人って、責任って何なのっていう感じだと思うんですね。で責任はただこれからすごく重要なワードになってくるんですけども、責任っていうのは、ざっくり言うと、行為者の行為について、行為者を非難できる場合にのみ、その行為者に責任を認めるという原則で、責任が認められなければ、犯罪として罰しないんですね。でこの非難できる場合の例が故意過失ですよ。故意過失など、これ民法でも使ったワードですけど、刑法でも出てくるんですね。故意過失など、でこれがなければ過失に関してはあれですね、過失で犯罪になるかどうかはものによるんだけども、つまりね、人の財布を盗む行為っていうのは当然窃盗罪ですよね。人の財布を盗む行為、当然窃盗罪だけども、その人の財布がなんか置いてあって、それを、僕の自分の財布だと思って、間違って自分の財布だと思って持って帰っちゃって、その時点でも人の財布を盗んでるんですよ、形式的にはね。で、持って帰って、あれこれ、自分の財布じゃなかったなって気づくみたいな。これって犯罪なのかどうかって話ですけども、犯罪では、ないですね。ないです。なぜなら、故意がないですね。つまり、人の財布を盗んでやろうという故意がないんですよ。それがなければ、非難ができないんですね。刑法的な意味でね。ちゃんと見るとかって、その非難ではなくって、刑法的な意味で非難ができないっていうことなので、責任がないから。つまりね、形上は犯罪の行為を行っているんだけども、その人の行為がないから、
それは犯罪とは罰しない。で、過失は、窃盗に関しては過失で罰せられることにはなっていないので、基本的に無罪ですね。犯罪にはなりませんね。無罪というか、犯罪になりません。人を怪我するとかだと過失でも犯罪になることはあるんですけどね。ただ、財布盗むとかに関しては過失は問われないんですね。それは責任主義っていう話です。そうそう。一応ね、別に今は理解できなくていいけど、この10ページにここに書いてあるように責任主義っていうのは、いろんな要素があるんですけども、今言ったのが、この故意過失ね。故意過失。他にもいろんな要素があるんだけども、これは別に今、わかんなくていいです。まだ刑法を勉強し始めて30分も経ってないんで、ね。はい。で、続いて、主観主義と客観主義っていうのは、その考え方の対立って感じですね。主観主義っていうのは、犯罪の成立要素のうち、主観的な要素を重視する考え方で、客観主義っていうのは、犯罪の成立要素のうち、客観的な要素を、要素を重要視する考え方。で、例えばその、実際結果として、例えば人の財布が盗まれたんだということを、結果を重視するんだったら、やっぱそれは犯罪として処罰すべきだろうっていう立場になるわけですよね。結果として、例えば過失だろうが何だろうが、結果として人の財産が損害されたんだったらやっぱ犯罪にすべきじゃないかっていう考え方が客観主義だし、いやいや、だから主観的な要素っていうのは、行為者の意図みたいな感じね。めっちゃ平たく言うと悪気があってやったわけじゃないみたいな感じ。悪気がある行為に関してはやっぱりもっとね、たとえ結果が発生してなくても、例えばね。例えばその人を、殴ってやろうと思って外れた。これは別に結果発生してないじゃないですか。でもそれは殴ろうと思う行動というか、主観的な要素がもうすでに悪いから、それは犯罪にすべきだっていうんだったら、そういう考え方になるし。その対立っていう感じですね。別に皆さんが普段意識するような話ではないです。ただ、こういうね、考え方は、刑法にとって付き物ではあるので、そういった二つの視点があるんだなっていうことは、今後ね、勉強する上で、持っててもいいかもしれないですね。で、処罰の対象もね、処罰の対象も、結局主観主義、としては、やっぱ、候補者の意思というものを処罰するんだという考え方なのか、客観主義として、法益の侵害が、やっぱり、処罰のようになるんだという、処罰の対象なんだという、この考え方の違いがあるわけですよね。だから極端な話、悪気がなくても財布盗んだら、公益侵害してるから、それは処罰するんだって言ったら客観主義だし、めちゃめちゃね、ピストルで人を撃つとか、めちゃめちゃ悪いことしてても、外れたんだったら結果発生しないから、みたいなね。そんな感覚ですよ。別に、覚える必要はないです。で、続いて、刑法の適用範囲。これね、これは、まず、6条。これは普通に刑法の条文です。普通に刑法の条文で、犯罪後の法律によって、刑の変更があったときは、その軽いものによる、これは担当で出る可能性あるんで知っといてください。例えば、犯罪やったときに懲役10年の犯罪が、後から法律変わって懲役5年になったら、懲役5年になるんです、その人は。で、逆に、懲役10年の犯罪だったのが、後から懲役15年になっても、懲役15年にはならないんですね。懲役5年のままだと。だから変更されたときは、軽い方を取りますよと。で、続いて、刑の変更っていうには、刑の廃止も含まれますので、刑が廃止されたら、犯罪として、扱わなくなるわけですね。後からね、その時は犯罪でもね。さっきの訴求処罰の禁止の、逆みたいな感じなのかな。例えば、刑事訴訟法にこんな条文があるんですよ。刑事訴訟法の337条に、左の場合は判決で免訴の言い渡しをしなければならないって言って、2。犯罪後の法令により刑が廃止されたときっていうのは、免訴って何かっていうと、これ刑事訴訟法ワードなので、別に刑法上覚えるワードじゃないんだけれども、免訴っていうのは、起訴されるじゃないですか。こいつが、犯罪やったんだって言って起訴されて、それを有罪か無罪かを、裁判で決めるわけですよね。免訴っていうのは、有罪か無罪かを決めずに裁判をもう終わらせちゃうっていうのが免訴です。訴えを、免除するみたいなことですかね、漢字で言うとね。だからもう別に有罪とか無罪とか決めずに罪を問わないというのが免訴です。だから刑が廃止されたらもう罪を問わないと
というのが刑事訴訟法に書いていますよということですね。で、続いて、次元法。これちょっと細かいね。次元法細かいんだけども、どんな話かっていうと、一定の適用期間に限って制定された法律のことです。例えば、この期間だけ、もう最初からね、普通に刑の廃止って、いつ廃止になるかわかんないけども、もうなんか時代に合わなくなったからこれ廃止しようかとか言って廃止する法律もやっぱあるわけです。それは別に、最初からこの日に終わりって決まってないから、次元法じゃないんだけども、もう最初からこの日まで有効です、この法律はみたいなのが次元法なんですね。で、次元法の中には、これも本当細かい知識なんだけども、だから覚えなくていいんだけども、次元法には、法律廃止後にも有効期間中の、違反行為は引き続き処罰する旨を規定する例が少なくないということで、なんでかっていうと、例えばね、まあ、2023年までこれは有罪。2023年超えたらもう有罪じゃないってなった。じゃあ、2022年の、まあ、終わりの方、後半って、その犯罪するじゃないですか。その時点では犯罪ですよ。だから逮捕もされますよ。でも、逮捕されて、起訴されて、判決が出るわっていうのに、ちょっとスパンあるじゃないですか。で、その判決出る前に廃止されたら免罪なんでしょ。ってことは、あと1ヶ月とかだったら、1ヶ月だったら判決出るんじゃないかなってことで、その1ヶ月は実質犯罪行為やっても、あれじゃないですか。犯罪行為やっても、結局逮捕されて起訴されても、途中でね、刑が、2023年来ちゃったら、もう免除されちゃうから、だから、ちょっとそれまずいよねっていうことで、だから有効期間中にやった違反行為は引き続き処罰するっていう規定をする例が少なくないらしいです。てか私もこんなこと知りませんでした。テキスト読んでて、へーってなんか思ったんで、なんかまあ雑学というか、うん、別に試験に出る可能性は少ないと思うんだけども、まあちょっと載せておいたということですね。まあ、すごい納得感はあるなとは思いました。まあ、それもこれも、ね、メンソっていう制度があるからなのでね、まあ、メンソっていう制度の、まあ、中身を理解する上ではね、いい例だったんじゃないかなと思いますね。まあ、メンソ係争法ですけど。で、続いて、刑法の場所的適用範囲っていう話をしていきましょう。まあ、これはね、まあまあまあ、概略は知っといていいと思いますよ。やっぱり担当で問われる可能性がないわけじゃないし。うん、まあ、論文でそんな問題になることはほぼないと思いますけど。つまり、まあ、何をもって犯罪じゃないや。どういう行為が日本の刑法の処罰対象かって話ですよ。例えば、見知らぬね、海外の者同士が喧嘩したって、それは日本の警察が介入しないじゃないですか。で、じゃあ、どこまでが日本の警察というか、まあ、日本の刑罰で罰するか。まあ、これは皆さん、なんか、雑学として聞いてもいいんじゃないかなと思いますね。なんかあんまり考えたことないでしょ。何をやったらね、日本の刑罰で罰せられるのかっていう。で、考え方がやっぱ 4つあるんですよ、4種類。まず、属地主義。これは、自国の領域内で犯された犯罪に対しては、犯人の国籍を問わず、自国の刑罰法規を適用する建前です。だから日本で犯罪したんだったら、それ日本人じゃなくても日本の刑罰で罰しますよ。で次、属人主義。これは、自国の国民によって犯された犯罪については、その犯罪地がどこであるかに関わらず、自国の刑法を適用する建前です。だから、日本人なんだったら、それがたとえ、ヨーロッパとかでやった犯罪でも、日本の刑罰が適用されますよ、ということね。で、三つ目は保護主義。これは、犯人の国籍及び犯罪地を問わず、自国または自国民の利益を保護するのに必要な限りにおいて、自国の刑法を適用する建前。ちょっとこの辺から難しくなるんだよね。だから、国籍とか場所とか関係なく、日本人だろうが、日本国内だろうが、日本人じゃなかろうが、日本国外だろうが、これはもう、誰がどこでやっても犯罪ですみたいな感じ。四つ目が世界主義。これは、犯人の国籍及び犯罪地を問わず、世界各国に共通する一定の法権を侵害する犯罪に対して、各国がそれぞれ独自の刑法を適用しているとする建前。これはもう非常に例外的なんで、まあ、実質1、2、3が大事かな。4は本当に例外的。で、じゃあ日本の刑法どうなってるんですかっていうと、まず、属地主義が基本です。まあ、これ考えれば当たり前です。うん、考えれば当たり前。日本で行われた犯罪は日本の刑罰の対象になります。これが外国人だろうが。そりゃそうでしょ。だって、外国人がやってきて日本人殺されて日本の刑罰で処罰できないって意味不明だし、なんか江戸時代かよって感じですよ。
なんか江戸時代どうだったんでしょう。なんか僕ちょっと日本史選択じゃないんで受験が。ただ、井伊直弼とかそんなことやったんじゃなくて。ちょっと間違ってたら恥ずかしいんでこれじゃ言いませんけど。ね、だから日本の国内でやられた、井伊直弼がなんかそういう条約結んだんですよね。なんか間違ってたら本当に恥ずかしいんでこれじゃ言いませんけど。で、日本の刑罰、それで日本すごい立場良くなったというか不満が出たんですよね。だから、日本の中で外国人に、例えば財布盗まれて、それが犯罪できないとかおかしいから、当たり前なんですね、独自主義はね。で、他の主義はあくまで補充的にです、補充的に。だってもう日本の国外だから、うん、っていう感じで、ね。まあ、これはまあ、常識の範囲内としても、まあ、大事というか当たり前ですよね。で、国内犯で、まあ、これがまず1条、ね、刑法1条がまずこの属地主義を表しています。刑法1条1個。この法律は、日本国内において罪を犯したすべてのものに適用するって書いてますね。日本国内において罪を犯したすべてのもの。まあ、当然ですね。当然。で、2個。日本国外にある日本船舶または日本航空機内において罪を犯したものについても、全国と同様とする。だから、日本の飛行機とかでハイジャックとかされたときは、日本の敷地としては日本の国外に行っちゃってるけども、それは日本の刑法を使いますよっていう感じね。うん、で、こっから難しいんですよ。まず、すべてのものの国外犯。ということで、これ保護主義に基づいてますが、この法律は日本国外において、次に掲げる罪を犯したすべてのものに適用するっていうことなんで、日本国外であったとしても、日本国外で誰がやっても、これは日本の法律で裁くっていう法律。で、なんか不思議な感じするでしょ。全然関係ないところでやった行為が、なんで日本人でもないの？日本人でもなくてもいいんですよ。すべてのものだから。で、ここね、すべてのもの。で、これはなんでかっていうと、基本的には、日本に影響があるからです。日本に影響。日本に影響があるような犯罪。その影響っていうのも、まあ、国家的法益だったり、社会的法益だったりするんだけども、まあ、日本に影響を及ぶような可能性があるので、やる。法律として裁いてるわけですね。で、例を見ていきましょう。まず、この辺77とか書いてるじゃないですか。で、77見たらどんな法律なんだろう。それどんな法律っていうか、どんな罪が海外でね、外国人がやっても処罰の対象になるのかなって見ると、これね、国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める当時の基本秩序を、回乱することを目的として、暴動をした者は内乱の罪として、まあ、処罰すると。つまり、日本の統治機構を破壊しようとしたりとか、そういうね、日本という国を、まあ、制度をね、制度というか、まあ、国家システム、国家機能を、まあ、破壊してやろうという行為。これは別に外国であっても、日本がターゲットになってたら、これは罰するないといけないよねと。外国でやり放題とかちょっとまずいじゃないですか。だから、まあ、こういうね、日本に影響ある可能性。出たし、あと、この81条とかもそうね、81条。外観誘致罪。外国と通謀して、日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処す。外国と通謀して、日本国に対し武力を、ね、行使させた者。だから、どっかの国ですよね。別に国の具体名言いませんけども、どの国テロみたいな感じで、日本にここに攻撃しに来てくれみたいな感じで、でやったら死刑です。外観誘致罪。これも本当は雑学中の雑学だけども、日本で一番重い罪は何ですかって聞かれたら、外観誘致罪です。だって死刑しかないんだもん。もう強盗殺人なんかよりもずっと重いですね。強盗殺人も死刑にならない可能性あるけど、もう死刑しかないもん、これ。で、これはどう考えたって外国でやった。で、外国でやるでしょ、こんな行為。そもそも日本でやる、外国でやる可能性の方が高いと思うんで、外国行ってね、うん、そういう、ね、やる。危険性の方が高いから、これ外国でやっても当然犯罪ですよ。当たり前ですよね。当たり前。で、あとは、まあ、他、通貨偽造とかね。これもそうでしょ。だって、日本のお札を、ね、海外で偽造したら犯罪にならないんですかみたいなね。日本で偽札作ったら犯罪だけど、海外で日本の偽札作ったら犯罪じゃないんですかみたいな。こんなことはないよと。
ということで、まあ、こういったタグ、他にはあるんで、略称も省略してますけど、まあ、日本に影響が及ぶ可能性があるから、だから、日本国外だろうが、日本人じゃなかろうが、もうすべてのものに適用するんですね。で、続いては、これは属人主義、属人主義。で、これはどういうことかというと、この法律は日本国外において掲げる罪を起こした、これ、日本国民に、ここ大違いね。さっきとね。うん、日本国外なんだけども、日本国外誰でも裁くのがこっち。なぜなら日本に影響があるから。これ別に日本に影響ないです。だって、ね、厳重建造物放火とかって、つまり海外の建物放火してるだけなんで、日本に何の影響もないじゃないですか。だけども、だから外国人がね、外国の建物放火しようが、当然日本の法律適用されませんけども、外国の建物に日本人が放火したら、その日本人は日本の刑罰で、裁けます。まあこれ考えてみると、外国に行って日本人にそんなことされたら嫌でしょ。いくらなんでもそれ野放しできないよね。だってそんな、なんか、そんなことして、いや、日本ちゃんと自国民裁けよみたいな感じになるじゃないですか。さすがにそんな行為はいくら外国とはいえやっちゃダメでしょっていうことは、やっぱり日本としても日本国民にそんなことさせちゃダメだよっていうことで、犯罪にしてるわけですね。だからまあ、いくつか立候補されてますけども、もう略にしてますけども、まあ、こういうことはね、海外でやっても、ダメなんだよっていうような法律が、ございます。で、続いては、なんだかな。あ、これはね、日本国民に対して、これはもう分かりやすいね。日本国民守るため。これ保護主義かな。保護主義ね。日本国民守るため。だから、強制わいせつとか、殺人とか、傷害とかね。こんなのね、これはまさに、日本、我々が外国旅行してて、で、外国人に、こういうことされたときに、まあ、日本の法律でも裁くことができるんです。っていうことですね。うん、感じね。まあ、これは、あるとありがたいよね。こういうのね、やっぱちゃんとね、裁いてもらえるわけですね。日本国民に対して、ね、日本国外って日本国民に対してやった場合は適用しますよ、ということですね。あ、そう、日本国民以外にも書いてる、ここね。日本国民以外のものね。日本国民だったらじゃあ適用されないかというと、日本国民だったらさっきの3条の1の方で適用されますから、どっちみちダメですよ。で、続いて、今度はね、公務員の国外犯。これ分かりやすくて、日本の公務員、外国であろうが、日本の公務員に適用するんです。これはもう、日本国の公務を保護する。公務員っていうのは、まあ、国に仕えるわけで、その公務員の公務、公務員の公務の適正っていうのは、すごく、大事に守られなきゃいけないものなんですね。それは、海外であっても、罰することになります。例えば、分かりやすいのは、この賄賂ですね。贈賄とかね、収賄とか。例えば、日本の中で公務員とかがね、賄賂を受け取ったら犯罪なのは当たり前なんだけども、海外ってそこで受け取る放題って意味不明じゃないですか。それに、めっちゃ意味不明なの分かるでしょ。だから、それは当然海外で賄賂受け取ったら犯罪だよと、ダメだよということで、日本国外でもう日本の公務員にはこういう罪は適用しますよっていうね、感じで。で、最後ね、最後世界主義。まあ、これは別にいいですわ。ちょっとね、どんな条文かっていうと、4条の2で、全2条から全条、第2条から全条までに規定するもののほか、この法律は日本国外において第2編の罪であって、条約により日本国外において犯した時であっても罰すべきものとされたものについては、まあ、適用するということで、まあ、条約ね、条約で特別にこれ罰しろって決めたものは、適用しますよと。まあ、世界的になされるものなのでね、こういったものは、まあ、適用するっていう話です。でも今のが、まあ、レッグのテキスト一応一覧になってたんですよね。もう覚える必要はないんですけど、ほとんど。うん。16、17かな。これなるよ。例えばほら、16ページの属人主義が打倒する犯罪、日本人がやったら、これ罪になるぞっていう一覧ね。だから、もし、海外行くときはこれ見ときゃいいと思いますよ。皆さん、海外行ったときに、これは日本の法律で裁かれますから。独人主義だからね。もちろん、これないものをやれって意味じゃないですけど。まあ、わかりやすく言うとってことです。
で、こっちは保護主義ですね。保護主義が妥当するよっていう、ね、さっきみたいに、ね、ものがこう載っているので、まあ別に覚える必要はないけども、興味があるんだったら、あ、まあ見といけばいいかなっていう程度ですかね。あと、海外行ったときに、普通にその海外の法律で罰せられる可能性が高いんですから、海外にいても犯罪はしないでくださいね、と当たり前のことですけどね。シンガポールとかガム持ってったら、ガム持ってくだけだったら、なんかね、罰金とかあるんですよね。なんか有名な話ですけどね。行ったことないですけど、シンガポール。はい。で、続いて、今度はね、犯罪論争論というテーマに入っていきます。で、違法性の、まあ、処罰根拠、違法性の本質ということで、まあ、処罰根拠、なんでそもそも犯罪行為と処罰されるのっていう話なんですね。これもやっぱり、本当にいろんな、その、学者とかが、やっぱりいろいろとね、議論してきたことなんですよ。で、それはもう話せばね、いくらでも時間かかっちゃうような話で、試験にとって、大事ではないので、まあ本当にざっくりとしか説明しないです。で、まず大きくやっぱ2つのね、立場があって、これはもうめちゃくちゃ有名なワードなんですけど、結果からいくか。結果無価値論。結果無価値論。結果無価値。という立場と、行為無価値論。行為無価値という立場。これはもう、刑法を勉強した人は絶対に聞いたことがあるワードだと思いますね。うん、で、これは、各々どういう立場かっていうと、その、まあ、違法性、何をもって違法と考えるんだと、ね。何をもって犯罪として処罰するんだというときの、まあ、根本的な対立なんだけども、やっぱりその、結果無価値論っていうのは、法益侵害と判断される結果たる事実を重視するんだと。だ客観的な感じですよね。客観重視みたいな感じ。結果っていうものがやっぱり、処罰の根拠なんだということと、一方で行為無価値論っていうのは、社会倫理規範を違反した行為対応にも着目する。やっぱ行為対応っていうところに着目して、違法性を考えるんだということなんですね。で、この考え方って、まあ別に詳しく知る必要はないです。詳しく知る必要はないんだけども、ね、結果無価値、行為無価値って、そのまず、ワードが激ムズなんですよ。私、冒頭で、前半に話すワード難しいから、まあ、正直理解できなくてもいいよって言った、ワード難しい代表例が、やっぱ結果無価値、行為無価値で、で、なんで、意味わかんないじゃないですか。結果無価値ってやっぱ結果を重視してるんですよね。で、行為無価値って行為を重視してるんですよね。どっちかというとね。じゃあ、なんで結果無価値、行為無価値って、なんか、よく、日本語として意味不明じゃないですか。意味不明なんですよ。でこれ役がやっぱり下手って言われたり、下手っていうか、役がなんかちょっと変じゃないかって言われることがあって、つまりこれ、ドイツ語なんです。ドイツで多分議論されてたか何かで、ドイツ語を訳すときにちょっと変な役になっちゃった。で、別に書いても書かなくてもいいんですけども、これドイツ語を書くんで今から。こう結果無価値は、こうだったかな。ERFOLGS? で、次ですね、これ無価値。UNWELT で、行為無価値の方は HANDLUNGS で一緒 UNWERT ですね、うん、エルフォルグスアンベルトですか。私ドイツ語の発音が正しいかどうかの保証はしませんが、はい、で、行為無価値がハンドラングスアンベルトですか、うん、まあ、合ってるかどうか置いといてね。うん、発音が、まあ。スペルは確認したんで合ってるはずなんですけど。で、このアンベルトっていう、アンベルトの発音合ってるかどうか置いといて、そのアンベルトみたいな、これがやっぱり無価値っていう役になったわけですよ。このアンが否定なんでしょうね。ベルトが価値。まあ、英語で言うワースかな。そうすると、まあ、まあ、確かに W とかあるからワースなのかなって感じはするんだけども、まあ、これを無価値って、まあ、訳したみたいですね。だけども、まあ、無価値というより、やっぱり結果、結果がやっぱりマイナスというか、結果が良くない。結果が良くないんだ、みたいな。案が反対の意味で、価値があるものの反対って有害じゃないですか、ね。結果が有害、有害って考えたら分かりやすいかもね。ワース、価値の反対だから、まあ、有害って考えると、
で、こういう制度があるわけじゃないよ。私が勝手に言ってるだけなんだけども、結果こそが有害なんだって考えたら結果を重視するの分かるでしょ。結果が有害だから結果を取り締まろう。結果に着目して処罰をしよう。だから、ね、だから結果有害論とかだったらめっちゃ分かりやすかったわけですよ。これ、用語として。行為昔もそうだね。行為が悪いんだっていう考え方が行為昔なんですよ。行為がアンベルト、価値に反するんだと。だから、行為有害論とかだったら分かりやすいわけですよ。だけども、行為昔論っていうちょっとよく分からない日本語にしたせいで、非常に、法学部1年生が混乱する、もうあるあるなんですけど、頭の中で結果有害論とか行為有害論とかってもう置き換えてもいいかもしれないですけど、別に、まあ、正しい用語じゃないので、本当はね、結果、無価値、行為無価値っていう用語が正しいんですけど、まあ、要するにそういうことです、ね。で、結果こそ悪いんだ、行為こそ悪いんだっていう、そんな話です。で、より試験的に重要な話をすると、これね、結果無価値論、行為無価値論、結果無価値論か、結果無価値論っていうのは、この、責任の段階で、行為過失を検討するって言われてるんですよ。で、今ちょっと何言ってるか分かんなくていいです。責任の段階で行為過失を検討。で、行為無価値論は、構成要件。何言ってるか分かんなくていいですよ。何言ってるか分かんなくていいんだけども、構成要件で、行為過失を検討するって言われてるんですよ。で、これって、答案書くときに、答案の書き方がガラッと変わるんですよ、正直なところ。この行為過失をどこで検討するかで、答案の書き方変わります。で、皆さんはじゃあどちらで書けばいいか、一般的にどちらで書いてるかっていうと、こっちです。だから、まあ、こっちを、こっちで、行為無価値論メインで考えておけば、まあ問題ないです。試験的には、この部分に関しては。構成要件の段階で行為過失を検討。つまり、さっき私、財布盗む例出したじゃないですか。で、財布盗むときに、まあ、他人の財布だと思って盗んじゃった。盗んだっていうか、まあ、持ってっちゃったと。これって、まあ、故意がないわけですけども、じゃあ、故意がなければ、まあ、その故意の有無っていうのをどこで検討する。だからそういう問題が出たら、この人は故意がないから無罪だ、みたいな、無罪っていうか、まあ、犯罪が成立しないっていうふうに書くわけだけども、それをどこの段階で書くかっていうことで、構成要件の段階とか、違法性の段階とか、責任の段階とかって、書く順序ってあるんですよ。試験書くときに。今日後で事例問題やるんで、その時見てもらえばわかるんですけど、ていうか、まあ、事例問題何回もやるつもりなんで、この講義通して。絶対みんなできるようになるんだけども、これ聞いてたら、自然と。その順序が。その根本的な話で、どの順番で、1、構成要件、2、違法性、3、責任とかって順番があって、そのどこでさっき言った、この人は自分の財布だと思ってるから、故意がないんだっていう、どこで書くかっていう、どのコマで書くかね、1コマ目か2コマ目か3コマ目かっていう話で、3コマ目って言ってるのはこっち、1コマ目って言ってたのはこっちだ。で、皆さんは1コマ目で書けばいいので、それだけ覚えておけばいいかなと思います。まあ、今言った話は後で理解できるようになります。で、責任の本質の話ですね。これまあ、さっきは違法性っていう話をしたんだけど、今度責任っていうのがあって、でもこれは別に、これはあんまり有名な対立かなと、でもないかなと僕思うので、本当にこれは別に知る、あんまり深く知る人はないと思ってて、だから近代派、まあ、学説の話ですよ。学者たちの立場で、近代派、古典派ってあって、近代派は、責任の本質は、行為者の反社会的な性格であるとする。で、古典派は、責任の本質、これ本質じゃなくて本質です。これはちょっと私のタイプミスです。責任の本質は、行為者の行為に対する非難であると。で、まあ、性格に対する、性格に責任を求めるのか、行為に責任を求め、ね、責任を求めるのかっていう話で、まあ、基本的には古典派でいいと思います。別にまあ深く、ここは深くそんな考える必要はないです。一応まあそういったね、派閥があるんだという程度の紹介に留めておきます。で、構成要件該当性ですね。これ構成要件っていうのに、構成要件が何かっていう説明がまだ、今の段階ではまだ、されてないんだけども、構成要件っていうのはまあ、その犯罪類型ですよね。殺人の犯罪類型、窃盗の犯罪類型とかっていうね、こういうことをしたら犯罪ですよっていう、まあ、類型っ
ていうのを構成要件で言うんだけども、この構成要件に該当する行為、つまり法律にこれをやったら犯罪ですよって書かれてる、それに該当する、それが構成要件。まあ、わかりやすく言うと、犯罪というものを構成する要件ですね。こういうことをしたら犯罪なんですよっていう、どういう、こういう要件、この犯罪はこういう要件で構成されてますよとかっていうのが構成要件で、で、これは何のために構成要件であるかっていうと、まあ、さっきから言ってるように、いかなる行為が処罰されるかをあらかじめ法律で規定して、行動の自由を保障するわけです。だからまあ、構成要件っていうのは、違法なもの、違法なものをやっぱり構成要件という形でこう列挙してるんだけども、それがなければ、構成要件がなければ、単に違法なものを犯罪としますようだと、違法の価値観が人によって違うからね。だってここでもう学者が争ってるぐらいだから、人によって価値観が違うから、そうじゃなくて、とりあえず、こういう構成要件を法律で書いておいて、少なくともこれに該当しなければ犯罪ではないというね。まあ、そういった、機能があります。だから、構成要件に該当することは当然処罰根拠なんですね。構成要件に該当してます、そしてそれが違法で責任がある、認められます、これが処罰根拠なんですね。この3点が処罰根拠なんです。で、そういった犯罪っていうものができて上がっていくんだけども、そうですね。で、次、犯罪論の体系ってことで、処罰、犯罪根拠との関係っていうことですけども、処罰根拠であるところの、違法性、責任、構成要件、該当性が、犯罪成立要件となります。この違法性、責任、構成要件、該当性ね。違法性とか責任とか、まあ、構成要件は、ま、なんとなく分かってきたと思うんだけどね。構成要件っていうのは、まあ、例えば、財布盗むだったら財布盗もうとする、その行為を構成要件としてるわけだけども、違法性とか責任って何なのみたいな、ちょっと思う人がいると思うので、まあ、後でやる話なんだけども、先に言っちゃうと、まあ、違法性っていうのは、例えば、人を殴る行為って基本的に違法じゃないですか。違法。でも、自分がその人から殴られようとしてて、しょうがなく反撃して殴る行為って違法なのかって言うと違法じゃないんです。でも、殴る行為って、構成要件に該当するんですよね。殴ったら、まあ、人をね、暴行とか犯罪でしょ？殴るって暴行じゃないですか。だから、殴る行為自体は構成要件に該当するんだけども、でも、自分の、ね、自分を殴ろうとしてる人間を殴るのはしょうがないから、違法性がないから、ここがない。これ3つ揃って初めて犯罪なんで、これに該当するけども、これがなかったりするんですね。で、今度は例えば、なんていうのかな、自分が、まあ、これ、もちろんケースバイケースなんだけども、もう本当になんかこう、まあ、酩酊状態、お酒で酩酊状態になって、もう何もわからない状態で、うっかり人を殴っちゃったとかっていうのは、どれがないかっていうと、これ責任が問題になるんですね。責任。非難できないだろうと。その行為を非難できるかどうかっていう話で、まあ、非難すべきなんですけど、社会的にはね。ちょっとそれは後々出てくる。そういう概念の違いがあるんですね。で、それが3つ揃って初めて、基本的には犯罪なんです。まあ、犯罪って何かって言われる、一言で言うと、構成要件に該当する違法かつ有責な行為っていうのを、犯罪と定義されているわけですね。構成要件に該当する違法かつ有責な行為なので、構成要件に該当する違法である有責責任がある。これが犯罪なわけです。で、それがまあ、今言ったようなものが犯罪っていうのが分かってもらった上で、じゃあ犯罪論の体系っていうのがあって、これは今3つの要素が犯罪に当たるんだって言ったけども、3つの要素をどういう順番で検討するかが試験ではめちゃくちゃ大事です。これ間違えたら、結構点数悪くなる可能性高いよね。でね、順番簡単です。ここに書いてある通りです。構成要件該当性の有無、違法性阻却事由の有無、責任の有無、この、3つの順番でいいです。この3つの順番で検討してもらえれば、なんていうのかな、問題ございません。で、これはね、21ページだったかな。レックテキスト21ページに、なんでこの順番なんですかっていうと、一応、まあ、簡単な説明が載っている。これ、犯罪の性質の体系ね。で、犯罪の成立要件の検討順序は、裁判官が判断しやすく、誤りの入りにくい、構成要件該当性の有無の判断、違法性阻却事由の有無の判断、責任の有無の判断という順序が良いというふうに書いてて、まあ、検討しやすい順なんですね、要するに。検討しやすい順。っていうのはね、やっぱ、構成要件に該当している、人の財布盗んでるみたいな、まあ、人殺してるとか、人殴ったとか、まあ、やっぱ、まずそこから検討するじゃないですか。だって、いきなりそれ抜きで、いきなり違法とか責任から検討するって意味わかんないじゃないですか。基本的には、まず、どういう行為したのかっていう、構成要件から検討して、
ただ違法責任という順番が一番、まあ、伝統的に検討がしやすいと言われてて、皆さんもその順序で答案で検討してくださいねということになっています。まあ、そういうものなんだなと思っていただければいいです。もうこれはもう自然に染み付きますから大丈夫です。何の問題もないです。そう。で、で、そうね。じゃあ次に、もう次第3節行くのか。じゃあ、23ページちょっと見てもらって、で、このテキストね。23ページ。まあ、今言ったのを図にしたときに、だからさっきの、結果無価値と行為無価値の、違いがね、ここでちょっともう一度おさらいしておくと、23ページね。はい。だから、順序として、その、故意過失の有無っていうのをね、さっき、どこだったっけ、ここで説明ね。この故意過失を構成要件の段階で検討するのと、責任の段階で検討する立場があるよって話したと思うんだけども、まさにこれがそうですね。ここの構成要件の段階、その故意過失をもう検討するんだというのが、さっき言った行為無価値論的な立場で、で、構成要件、違法責任ってなって、それを責任の段階で検討するんだっていうのが、まあ、結果無価値論的な立場で、構成要件、違法責任で、この行為過失をここで検討する。で、何が違うかっていうと、故意過失をこれ区別しなかったら、ここに書いてあるのがめっちゃわかりやすいと思うんだけども、殺人、傷害致死、過失致死って、これ、故意過失っていう部分がなければ、どれも、その、行為だけ見たら同じようなことしてるんですよね。つまり、人を殺す意思で人を殺す行為をしたっていうのと、それ殺人ね。傷害致死っていうのは、殺すつもりはなかったと、単にちょっと怪我させる程度の意識しかなかったけども、結果的に殺しちゃったっていうのが傷害致死ね。で、過失致死はもうそんな意思もなかった。自分で人を怪我させる意思はなかったけど、うっかり過失で人を殺しましたっていう。どれも危険な行為をして人を殺してるわけじゃないですか。ね。ってことは、これ、外形的な部分だけで一緒なんですよね。だからそれを一括りで、これ、ここは区別しないんですよね。ここに書いてある通り、殺人、傷害致死、過失致死は、同じ一つの構成要件に属するが、犯罪類型としては異なるってことで、同じ一つの構成要件に属しちゃうんです。この三つが。この、つまり、過失、つまり、こことここって行為の有無で区別されててね。で、こことここは、過失の有無で区別されてるわけですよ。だ行為があるか過失があるかっていうところで、本来、これだったらもう構成要件の時点で違うボックスに入るんですよね。この最初の段階で。でもこれは構成要件の段階で同じボックスになっちゃうんです。だから危険な行為をして人を殺してる。で、まずそれに該当する。で、違法だ。で、責任。で、責任の段階で初めて殺人、傷害致死、過失致死って区別するんだけども、これは答案、これで書くのはめちゃめちゃ書きづらいと思うし、誰も多分そんな書き方してないと思うので、まあ、こっちでいいですよっていう話です。別にあれですよ、学説的にどっちが正しいかって話じゃないので、そこ公開しないでください。あくまで司法試験で皆さん書きやすいというか、そういうのはこっちですよって説明してるだけなので、その違う立場をね、指示されてる方を否定するつもり全くございませんので。で、今どこまでやったんだっけ？ここまでやったのか。で、続いてここですね。構成要件論と犯罪論の体系に関する、学説の整理ということで、まあちょっと学説の整理はそんなにするつもりないんだけども、まあ、レックのテキストのタイトルがこうなってるから、このやつにしてる。僕はレックのテキストの説とかをそのままここの目次にしてて、そうすると皆さんが、レジュメとレックのテキストを比較するときに、まあ、探しやすいっていうのもいろいろあるので、それにしていますが、まあ、別に私は学説の整理はそんなにする必要はないと思うので、ちょっと、かいつまんで話をしますと、まあ、じゃあ構成要件って何なのかっていうと、まあ、さっきも説明したように、構成要件っていうのは、刑罰法規に定められた犯罪の類型なわけです。殺人とか、窃盗とか。で、これはまあ多分、私の記憶ではなんか全体講義でも軽く触れたような気がするんだけども、例えばね、殺人ならこれ人を殺すことっていうのが構成要件なわけだし、窃盗なら他人の財物を盗むこと、摂取することが構成要件なわけですね。だから、その2つの行為は全く別じゃないですか。だからね、そう分かれてるわけですけども、例えば、母体内の胎児を殺してもこれ殺人にならないんですね。つまり人と殺人でいう人とみなすのはこれ一部露出説って言って、母体から一部露出した段階で人になるので、母体からまだ出てきてない赤ちゃん、まあ、赤ちゃんって言い方が正しいかどうか置いといて、お腹の中にまだいる胎児は、それを何らかの方法で殺してもそれは殺人にはなりません。つまり殺人の構成要件に該当しないんですよ。
なんで殺人じゃないかって言われたら、殺人の構成要件に該当しないからです。で、あとは、落とし物を盗んでもこれ窃盗になりません。落とし物は遺失物横領罪っていう別の犯罪があるので、そっちです。だから、本人の意識で、それが他人のものと思うのか、落とし物と思ってるのかとはもう関係なく、それが落とし物なのであれば、それは盗んでも、そもそも窃盗の構成要件に該当しないわけです。そういう話なんですね。それが構成要件というものです。で、じゃあ構成要件の機能って何かというと、まあ、これに関しては、違法性とか、有責性とか、そういうのも推定する機能があるとも言われてますね。つまり、まあ、他人の財布を持ってったと。で、それだけで、まだ違法性とか有責性は、本当は検討しないと分かんないですよね。さっき言ったように、まあ、いろんな事情があってね。それが、犯罪じゃないかもしれない。だけども、普通に考えて、他人の財布盗んでたりとか、人を殴ってたりとかしたら、まあ、ほぼほぼ違法で有責でしょう、ということで、まあ、推定ってもう、他の法律の講義で何度もやったように、覆るんですけども、一応そういう、まあ、推定機能っていうのがあるわけです、ね。違う証拠出せば覆るけども、一応推定はされるんだ、という機能がある。あとは、まあ、もちろんこれだよね。処罰すべき行為とそうでない行為を区別する機能もあるわけですね。はい。これ、構成要件に該当しなければ、まあ、それは処罰されないわけですから。で、犯罪論の体系っていうのがあって、何かっていうと、まあ、一応ここでは一個だけの説を紹介しておきます。行為を犯罪論の基礎としつつ、犯罪の成立要件として、さっき言ったね、構成要件、該当性、違法性責任の三分説を取る立場が通説なので、ここで書いてあるように、まず行為が基礎になります。ある行為。例えばなんか、いろんな処罰根拠、なんかね、性格が悪いからみたいな、なんかそういった、なんか、学説とか、まあ、昔は、なんかそういう主張もいろいろあったわけだけども、やっぱ基本的に行為です。行為。ある行為。その行為っていうのが犯罪に該当するかどうか。その行為を基礎としつつ、その行為が構成要件に該当し、違法で、責任があれば、犯罪になるんだよというのが、基本的な立場。私が、おすすめというか、答案で使う立場です。でこれ、どこに載ってるかっていうとですね、どこだったかな。31ページかな。はい。だから、まあ、いろんな立場があるね。犯罪論の体系31ページで、なんかその、行為に独立の体系的地位を与え、行為、構成要件、該当性、違法性、有責の4分説を取る立場とか書いてるけども、私はこの2番のここですね、これ。はい。行為を犯罪の基礎としつつ、犯罪の成立要件として、まあ、この3つを取る立場っていう、この立場で、いいです。で、あとは、ちょっとまあ、じゃあ追加で、このレジュメに、レジュメじゃない、レジュメに載せてないけども、説明加えておきたいことを、いろいろと話したいと思うので、まずは、26ページかな。テキストの26ページをちょっと見てもらって、でまあ、行為の主体っていうのがあって、行為の主体って何かっていうと、まあ、誰が行為をするんだと。誰が犯罪を行うんだと。処罰対象になるのは誰なのかっていうね、ことですけども、まあ、行為の主体は当然普通の自然人、人間ですよね。うん、で、ただ人間が処罰対象なんだけども、犯罪によっては、特定の人間しか、全人間じゃなくて、特定の人間だけが処罰対象になっているものがあって、そういうのを身分犯って言います。身分犯。で、つまりここに身分犯とは、もう構成要件の段階で、行為の主体が一定の身分あるものに限られている犯罪のことです。さっき言った賄賂とかそうだよね。結局、公務員だから、賄賂受け取ったら犯罪になるわけで、公務員じゃない人は賄賂受け取っても、まあ、それを賄賂と呼ぶかどうかともかくとして、お金受け取っても犯罪にはならないわけです。だから、つまり、公務員という身分があることが、構成要件上要求されているわけですね。こういったものを身分犯っていうわけです。でまあ、身分とは何かっていうと、まあ、ここで書いてある、まあ、身分とは何か。ここね。身分とは男女の性別、内外国人の別、親族の関係、公務員としての資格などに限られず、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊な地位または状態の全てを言うって書いてて、まあ、これはまあ、
後々覚えてもいいような定義ですね。一定のからね、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態のすべて。刑法ってこういう身分とかっていうそのワードの定義とかは一個一個覚える学問だったりするんですよ。だからそういった意味ではこういうのは覚えておいてもいい。今じゃないけどね。今じゃないけど、いずれ覚えておいてもいいかなっていう感じがします。まあ、今覚えたければ今覚えてもいいですけどね、全然。で、続いて法人。で、法人っていうのは処罰対象になるのかっていう話があって、で、これはちょっと判例を一つ紹介しておきます。どんな判例かっていうと、ここにはレッコのデータは純粋に判例としてはあんまり詳しくは載ってないかな。まあ、一応ここの、ここにね、過失推定説っていうのがあって、まあ、どんな、事例だったかっていうと、なんかね、ちゃんと、ほとんどちゃんと書いてないかな。うん、ほとんど、どんな犯罪行為とか書いてないね。まあ、外国の為替取引とかの、まあ、法律っていうのが あって、まあ、それに、違反する行為っていうのを、まあ、罰するものがあるんですね。で、その中で、まあ、当然、行為した人、その、まあ、やっちゃいけない取引行為みたいなことをやっちゃった人、その本人は当然処罰するんですよ。で、その、本人を処罰するんだけども、その、例えば A 社の従業員 B がその行為をしたら、A 社も一緒に処罰するっていうのが、こういうの両罰規定っていうんですね。ここに書いてるかな。両罰規定。ね、そう。なので、従業員を罰するとともに、その法人にも罰金とか与える感じです。そういうの両罰規定っていうんですけども、両罰規定の処罰根拠って何なの？両罰規定でなんで法人は処罰されるんだっていうのが、いろいろ、議論があって、まあ、これ、もうほとんど担当用なので、担当用に、いくと、まあ、ここに書いてるかな。ここですね。ここ。事業主、まあ、法人のことね。事業主処罰、処罰規定は、行為者の専任監督、その他違反行為を防止する注意を尽くさなかった過失の存在を推定した規定であるということで、過失が推定されてるんだと。結局、従業員がこういう行為をしたら、法人もこういう罰金を処すよ、みたいな、規定がね、いくつかあるわけだけども、そういうのは共通して、法人が従業員をちゃんと、まあ、管理監督してなかったからだと。まあ、管理監督というか、まあ、専任監督か、専任監督してなかったからだと。いうことで、その過失が、推定されるから、処罰の対象になっているんだという考え方を判例は取っています。で、逆に言うと、ここに書いてあるように、過失がなければ処罰することができないと。つまり、過失が推定されるんだけども、その推定を覆す無過失を立証すれば、一応処罰されなくなるんだよという、発想を取って、おりますので、まあ、そういった、判例の立場、両罰規定の根拠を、判例の立場を担当で聞かれたら、それが正解になります。あとは、そもそも、その、法人に、ね、ここに書いてあるように、法人に犯罪能力ってあるのかっていうことだけども、このさっきの判例は、法人の犯罪能力があることを前提にしているとも言われております。だって、法人に過失があるかないかを話しているわけだから、法人に過失があるかないか、つまり、法人が過失を犯すことができるかどうかっていう、議論が前提だから、それも、法人の行為というものを、まあ、観念してますよね。だから、もともと、これも、例えば、法人には犯罪能力がないという否定説もあったわけです。こういうね。ところが、まあ、その判例では、まあ、法人に犯罪能力があることを前提としているんだというような説明がされることが一般的ですので、まあ、これも、余力がある方は合わせて頭に入れておいていいかなという感じがしますね。で、続いて、今度は、この、ちょっと犯罪の種類に関する話ですね。まあ、これも、今日以外のところでも大事なものは、作論とかでも出てくるので、別に今日全部理解しておく必要がないわけですが、まあ、ざっとお話をしておこうかなと思います。で、犯罪にいろんな種類があって、まず、まあ、犯罪って当然、何かしらその犯罪を行うことによって、まあ、当然、ある結果が発生するから、その結果を防止したいから、犯罪として、まあ、規制してるわけですよね。当然のことだからね。殺人だったら人が死ぬという結果を防止したいから、それを罰することにしてるわけなんだけども、うん、結果にもいろいろあるんだという話で、例えばね、この二つの、
違いがあって、まず、形式犯と実質犯っていうのがあって、その形式犯っていうのは、一定の命令禁止に形式的に違反しただけで成立し、法益の侵害、危険の発生は別にいらない。つまり、普通、犯罪ってなんで犯罪にされてるかっていうと、法益が侵害されるか、危険が発生するかっていうのは、侵害の理由なんですね。で、そういう、ものが発生してなくても、形式的な違反をもうすべて処罰するような規定を形式犯と言って、この例に書いてあるのが、食品衛生法における不衛生食品貯蔵陳列罪って言って、ちょっと聞いたことない犯罪なんだけども、聞いたことなくていいんだけども、ちょっと調べて、どんな犯罪かなって調べたんですよ。で、ここにさ、30条4条って書いてあるけど、多分僕これはね、ちょっと古い情報じゃないかと思います。ちょっと今の食品衛生法を調べてみると、多分ね、6条に当たるはずで、ちょっと今映しますけどね、これ、私が印刷したやつね、食品衛生法ね。で6条になんて書いてるか。別にこんなの、まあ、覚える人ないですよ。で、次に掲げる食品または添加物は、これを販売し、または販売のように供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、ここね、貯蔵し、もしくは陳列してはならない。どんなものかっていうと、まあ、腐敗しているものとか、そういうのはもう陳列したらダメだよと。こういうのは、貯蔵陳列ダメだよと。で、これ、貯蔵陳列してる段階だと別にまだ、誰もそれ食べて、お腹壊したりしてないから、公益侵害発生してないし、別にその、まあ、危険性もね、まあ、そのケースバイケースでは全くそんな危険も発生してないような状況もあるかもしれないですよね。貯蔵陳列の仕方によってはね。だけども、形式的にもこれを貯蔵陳列しただけで、はい、犯罪ですみたいな。これを形式犯って言います。知る必要はないです。そういうものなんだな。で、普通はそうじゃない。普通はこの実質犯って言って、やっぱ普通に考えて一定の公益の侵害か危険が起きて、それに対して罪にするという、罪に問うというのが普通です。で、侵害犯っていうのは、普通に法益が侵害されている。殺人窃盗代表例ですね。命と財産が侵害されてますね。侵害犯ですね。はい。で、危険犯っていうのもあって、まあ、これはまあ、放火のところで詳しいってわけじゃないけど、放火のところでも出てくると思うんですけど、まあ、放火って、すごい、普通の器物損壊とかと違って、火で何かを燃やす行為って、重く処罰されてるんです。なぜかというと、危険だからです。燃え広がる可能性が高いから。まあ、伝統的には昔の日本って木造建築が主流だったから、まあ、その名残じゃないかみたいな話もあるんだけども、まあ、今だとね、そんな簡単に家燃えないと思うんだけども、昔って、だって江戸、明暦の大火とかね、もう昔の家ってめちゃめちゃ燃えてやばかったみたいですから、まあ、すごく燃えるって危険な行為なんですよ。今みたいに消防技術が発達してない頃からね、考えるとね。だから、こういうのはすごく重く処罰されるんですね。で、それ危険が大きいからです。つまり、本当にちょっとだけスッて燃えただけで、大した、侵害もされてなくても、やっぱ高いというか、重い罪を着せられるんですね。これは危険を罰する。そもそもそういう危険が、ね、危険を抑制するために、罰するということで、危険犯というような、ジャンルというかね、形式もあります。で、あとは、他にどんなものがあるかっていうと、この結果の損品に関する分類で、挙動犯、結果犯っていうのがあって、挙動犯っていうのは、結果の発生を必要としないっていうふうに加工に書いてますけれども、偽証罪っていうのは何かっていうと、なんか証人って裁判で宣誓して嘘つきませんって言って、そこで嘘ついたら偽証罪になるんだけども、これはなんで偽証罪になるかっていうと、それは、まあ、適正な判決が下せないからだよね。そんなところで嘘つかれたらね。適正な判決が下せないからなんだけども、実際にその嘘ついたことが判決に全然影響しなくても、これ犯罪として成立します。だから、その人の外部的態度があればされって書いてますけども、その人が嘘つけばもうそれで犯罪であって、結果として、判決に影響があるかないかはもう関係ありませんっていう考え方で、今度、そうじゃないのが結果犯。からも構成要件的行為のみならず、結果が、要求されてますよということで、まあ普通はね、結果が要求されるので結果犯です。殺人とかね、うん。で、あともう一つの概念としては、その犯罪の終了と法益侵害の関係による分類っていうのがあって、即成犯、状態犯、継続犯っていう、3つがあるんだけども、即成犯は分かりやすいね。殺人みたいに殺したらそこで終わっちゃう犯罪。一定の危険が発生しても、そこで、もう犯罪として完了してますよと。状態犯っていうのは、
まあ、一定の法益侵害によって犯罪自体は終了するんだけども、その侵害されている状態がまだ継続するんだと。でもそれはもう犯罪とは関係ないということで、例えば人の財布を盗んだら、その盗んだ人がまだ財布を持ち続けているという状態は継続するじゃないですか。でも、その持っていることはもう犯罪とは関係ないんです。最初に盗んで、この盗むっていうその最初の行為が犯罪なのであって、その後持ち続けている行為自体が犯罪ではないんです。これは、状態犯というね。で、これとの違いを理解してほしいのが、継続犯って言って、これは、犯罪の状態がそもそも継続するっていう考え方です。監禁とか逮捕監禁であるの、この条文ちょっと見ておこうかな。220条。はい。逮捕監禁、これね。で、不法に人を逮捕し、または監禁したものは、まあ、懲役とかって書いてますけども、不法に人を逮捕するって、まあ、むちゃくちゃ人を、まあ、捕まえて、権限がないのにね、警察でも何でもないのに捕まえて、たり監禁、どっかね、檻とかに閉じ込めるとかっていうことなんだけども、それって、監禁って、それ一瞬で終わったら監禁じゃないですよ、そもそも。だから、まあ、何時間、何日間っていうふうに閉じ込め続けるわけでしょ。その閉じ込め続けてる間、ずっと犯罪なんですよ。これが窃盗との違いで、窃盗はもう一回盗んだらその後その人が財布を持ち続けても犯罪ではないんだけども、この状態犯っていうんだけども、犯罪が継続している。もう監禁してる間、ずっと犯罪なんですね。うん、だから、まあ、ここに書いてあるように、まあ、これはもう後の概念だからいいんだけども、犯罪の継続中は、まあ、その共犯とか正当防衛まだやってないからね、ちょっと難しいんだけども、ただ正当防衛が認められるのは分かりやすくて、監禁されている人をこれ解放するために、正当防衛っていう概念は当然認められている。これ犯罪に対して、なんかこう、まあ、犯罪を犯してもその別の犯罪との関係で、まあ、その行為が正当化されるんですね。でも、状態犯はダメですよと。つまり、もうその持ってる行為は犯罪じゃなくなっちゃうので、あ、自分の財布盗んだやつ見つけたって言って、その持ってる財布を自分で盗みっていうか取り返しに行く行為は、これ正当防衛成立しませんので、もうそれは犯罪じゃないから。犯罪じゃないから。でも、監禁はそれを助けてあげる行為は、これ犯罪を、それは犯罪行為だから、それに対する、なんかその助ける過程で、その犯人を殴ったりしても OK なんです。っていう違いがある。で、ここの概念は別にそんなに大事じゃない、あんまり大事ではないんだけども、まあ、実質これからも、ワードとして聞く可能性が高いというかね、登場可能性が高いのは、まあ、つまり比較的大事なものは、まあ、危険犯っていう概念と、結果犯っていう概念と、まあ、状態犯、継続犯かな。特にこの中で大事なのはね、危険犯と、結果犯と、状態犯、継続犯。まあ、それ以外のはあんまり問題にならないです。あんまりワードとして聞く機会がないかなっていう感じです。で、あとは、まあ、ちょっとこれも、まあ、後から出てくる概念なんだけども、先出ししとくと、主観的要素っていうのがあって、これは何かっていうと、さっき言ったみたいに、その、故意過失っていうのは一般的主観要素っていうんですよ。まあ、主観要素っていうぐらいだから、人によって変わるようなもの。客観じゃなくて主観っていうもので、故意過失っていうのが、まあ一般的な、あらゆる構成要件に必要な主観的要素って言われてるんだけども、この特殊的主観要素っていうのは、その犯罪でなければ要求されない主観的な要素です。で、それが構成要件になっているものです。で、なんじゃそらって話で、例えば、これがね、代表的な例かな。目的犯による目的ってことで、目的犯っていうのは、ある目的を達成することで、その行為をしたものを罰するってことで、148条ちょっと見てもらおうかな。148条を見ると、はい、通貨偽造だよね。偽札作るみたいなことね。これって、ここに書いてあるように、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣、または銀行券を偽造、または変造したものは、無期または3年以上の懲役って書いてて、結局、行使その使う目的で、その偽札を作って、偽札をお金として使う目的で偽造したら犯罪なんだけども、
そうじゃない目的で、つまり例えば、絵の練習をすると。ね。だから、このお札に、すごくよく似た絵を自分で練習で作るんだ、みたいな。それは犯罪ではないっていうことね。それも、偽札になりうるんだけども、まあ、今の技術でそんなありえないと思うんだけども、もっとね、簡単に偽札とか作れた時代のことを考えると、今、ホログラムとかあるから絶対無理なんだけども、まあ、そういうふうに、つまり、目的で、模写する目的とかだったら別にそれは犯罪じゃないよと。その、偽札を作ってもね。ああ、すごい技術の高い偽札ができたって自己満足で、まあ、それ捨てるとかだったら別に、犯罪じゃないよっていう話です。ただ、それを実際使う目的作ったら犯罪ですよって。それは、あくまで本人の目的だから主観的要素なんだよね。やってること一緒だから。だけども、それを構成要件の段階での目的っていうものを構成要件に含めてるから、そういう目的を持ってなければ犯罪じゃありませんよっていうのが、この、特殊的主観的要素と呼ばれています。じゃあ、前半ここまでにして10分間休憩にしても8時5分からになります。はい、じゃあ後半の講義を始めていきます。よろしくお願いします。第4節、ここまでの話をね、したので、今度第4節から話していきたいんですけども、まあ、第4節、第5節は本当に別に、まあ、何も覚えなくてもいいかなっていうぐらい、試験的には、別に大事ではないんですけども、まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、形式的犯罪論と実質的犯罪論っていうのがあって、まあ、結論としては形式的犯罪論の立場でいいです。で、どういう立場かっていうと、構成要件に独立の機能を認め、社会通念を基礎として、構成要件を類型的に把握する犯罪論。もうこれですね。構成要件というものを、まあ、社会通念を基礎として類型的に把握すればいいと。で、実質的犯罪論というのは、実質的なものを離れた形式的枠を犯罪論の要件として有用なものとは考えず、刑罰法規、構成要件の解釈にあたっては、処罰の必要性ないし合理性の観点、言い換えれば、討伐性という実質的観点に立脚すべきであるという犯罪論ということで、まあ、構成要件の、まあ、ちょっと解釈の仕方の、まあ、立場の違いかなというところですが、まあ、形式的に構成要件を解釈するのか、実質的に解釈するのかというところで、まあ、基本は形式的な方でいいのかなというところです。で、まあ、その、まあ、31ページかな、ここに、形式的犯罪論と実質的犯罪論で、まあ、対立があるよということで、形式的犯罪論の根拠としては、まあ、一回確認すれば十分なんですけども、犯罪論も処罰の必要性、合理性という観点から、まあ、刑法が、権力乱用を正当化するための道具として利用されてきたことは歴史の示す通りであると。つまり、まあ、その、国家の好きに解釈されると、やっぱ刑法っていうのも怖いよと。で、従って、構成要件の示した行為の枠、ないし類型、言い換えると、刑罰法規から通常の判断能力を有する一般人が理解し得る、形式的な行為の類型を軸とした、行為の型を、基軸として、この枠に入らない行為である限り、いかに処罰の必要性、合理性が認められても、犯罪とはならないという体系が必要である。まあ、これが言っていることを一番説得力があるかなという感じです。うん、で、まあ、これ、実質的犯罪論は何て言ってるかっていうと、まあ、理由としてこの辺かな。刑法システムが人間の行動をコントロールしてより良い、ちょっと危この辺からも危ないよね、なんか、発想が。人間の行動をコントロールしてより良い社会の構築を目指すものである以上、犯罪は日本社会の現実や国民の危害意識に合致するものでなければならず、結論の合理性が、論理的整合性に、優先されなきゃならない。結論の合理性を論理的整合性に優先させるって言ってるんですね。まあ、あんまりこれを推し進めることは良くないと思いますね。で、形式的な解釈は処罰すべきものを処罰せず、犯罪防止が不十分となり、国民に不利益を与えるという消極面ばっかりでなく、これがあるのはまあ否定しませんよ。うん、本当は処罰すべきものが、その、まあ、法律の不備というかね、時代によって、まあ、SNS とかでね、やられてることが処罰できるかどうか、まあ、いろんな社会問題がありますけども、それは事実ですよ。それは事実だけども、まあ、それはしょうがないですね。普通に考えて。で、処罰すべきでないものを処罰してしまうという危険性もはらんでいる。まあ、これもまあ、あるいはあるです。あるいはあるというか、まあ、本来も改正すべきである方が改正されずに時代に合わないような犯罪を処罰対象とするっていうようなことも、まあ、可能性はゼロじゃないけども、まあ、あくまで例外的なので、まあ、ここに書いてある実質的で綿密な刑法解釈っていうことではなく、やっぱり形式的にやるべきじゃないかなというふうに、まあ、考えた方がいいんじゃないか。まあ、でもこれは別に試験でどうこうって問題じゃないです。試験でそんな、高い次元の話が要求されることは、まあまあ、まあないので。まあでもまあもちろんね、今言ったような話っていうのは、まあ、それはいろんな人の考えはあるでしょうけど、
まあ、まあまあっていう感じです。はい。で、これはまあ何言ってるかというと、学者の名前が2人出てますね。岩頭系と平野系および本書の立場。本書っていうのは、レックの、このセブンサミットのことです。で、確かに刑法っていうのは、そのいろんな学説がもう本当あって、それが真っ向から対立とかがあって、じゃあ、どの立場から説明すればいいんだっていうね、問題はあるわけです。それはまあ一番民法とかと比べてもね、やっぱ強いかなと思うんですが、結論で言うと本書の立場はまあ、叙述の順序としてはまあ、断頭系によっているっていう、断頭先生の刑法を受けているような学説によってますよと。まあ全然それでいいと思います。で、それぞれの説の特徴は正直知らなくてよくて、まあ一言で言うと、断頭説は、まあ行為無価値論を取ってて、平野説は結果無価値論を取ってるって書いてるので、さっき言ったように、どっちが試験で書くべきスタイルかっていうと、それは行為無価値論なので、まあじゃあ行為無価値論を取ってる断頭先生の系譜でいいんじゃないかなというふうに思いますので。うん。まあですので、まあ、それだけのことです。もし今までね、平野説を中心に学習されてた方とかがもしいらっしゃれば、まあそういう趣旨でこの、本書は進んでいくので、まあちょっと私が読んでたのと違うなって思ったら、まあそれはそういう意味ですよっていう程度に認識していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあこの言葉を入れてないと、ちょっとそこで混乱を生む可能性があるので、まあそれだけの話かなという気がしてます。まあつまりもう、事前にこういうことを勉強してない人は別にこんなこと気にせずに、まあその私の講義であったり、リクのテキストとかね、まあ、過去問とか、そういったもので勉強すれば何の問題もないっていうことは、まあ今までの科目と一緒ですね。で、こっから私がさっき最初に言ってた8ページ目です。はい。こっからやる話は本当に大事で、試験に出る話が急に出てくるんで、はい。本当によく聞いていただきたいなと思います。はい。で、まず、故意犯の構造。で、故意犯って何かっていうと、過失犯と故意犯っていうのがあるわけですね。まあ、うっかり、人を怪我させたっていう過失犯と、まあ、意図的に人を怪我させたり、意図的に人の財産を盗んだりする故意犯。で、まずはまあ、刑法の基本は故意犯なので、故意犯から見ていこうという話になります。で、まず、まあ、何度も言ってるわけですけども、何でも言ってなかった。ごめん。まだ何でも言ってなかった。まあ、まず、犯罪っていうのは、成立の有無は、構成要件、該当性を検討して、で、違法性を検討して、責任を検討するっていう順番がありました。で、その中の最初に検討するのが、この構成要件なんですね。構成要件、該当性。で、その構成要件、該当性っていうのも、さらに細かく分類されていて、この順序で検討します。実行行為、結果発生、因果関係、主観的構成要件要素。さっき言った行為過失とかがここに入ってくるので、まあ、これが行為無価値の立場なんだっていうことは明らかですね。で、これで検討します。で、これについては、34ページかなの図を見てもらうと、よくて、はい、これ。これが、その、犯罪の成立の検討プロセスです。で、これ、まあ、今、34ページ、皆さん、まあ、じっくり見てもらって、で、すでに、一通り、刑法総論を勉強されたことがある方は、ここに書いてあるようなことは、一通り意味が理解できるし、なんでこういう図になってるかは理解できるはずです。まあ、一通り勉強が終わっていればね。で、一方で、まだ全然勉強してない方は、これ見てもちんぷんかんぷんです。それはそれでいいです。で、ただ、この刑法総論の講義が一通り終われば、これの書いてあることがものすごく手に取るように分かるという状態にはなっていただいた方がいいかなと思います。これ、皆さんが、まあ、目指す、これを理解することは、まあ、当初のゴール的なニュアンスがあるかなと思いますね。で、まあ、中身見ていくと、まあ、これ、右がなんかその違う立場ですが、この立場は取りませんので、まあ、こっちでいいです。さっき言った、まあ、断頭先生の系譜でいきます。で、まず、最初に、構成要件から検討するんですね。で、構成要件って言っても、まず実行行為っていうものを検討して、その後、結果の発生を検討して、その後、因果関係を検討して、でその後に、構成要件的行為を検討します。で、かっこ、その他の主観的要素って、まあ、さっき、休憩前に見たような特殊な、ね、主観的な事情とかは、ここで検討する。まあ、こんな順番です。まずはね。で、これを全部満たして、初めて、まず、構成要件が該当してますねと言えるわけですね。答案もこういう順序で書くわけです。普通にフリーでね、何の指定もなく、犯罪の成否を聞かれたらね。で、まず、ここに該当しなければ、はい、この時点で、故意の既遂犯は不成立です。
既遂って何かっていうと、既遂犯と未遂犯っていうのがあってね、殺人未遂って言葉聞いたことがあるように、人殺そうとしたけど人死ななかったら殺人未遂なのね。で、殺人未遂って何がないから殺人未遂になるかっていうと、自己行為あるんですよ。で、結果が発生してない。もしくは因果関係がない。このどっちかですね。基本的に。この辺が ない場合、まあ、殺人未遂になる。まあ、それは後でやります。まあ、既遂になるためにはこれ全部満たさなきゃいけないよと。で、イエスとなった時に次に、それが違法性を阻却しないかです。さっき言ったように、基本的にこれに該当すれば違法性はあるというのが前提なので、特に違法性を阻却する自由がなければ、これ何も検討しません。普通に。もう、ただただ恨んで人を刺しました。もう違法です。はい。なので、検討しません。ただ、なんか勘違いしてたとか、なんか防御しようとしたとか、なんかあればこれを検討するわけですね。勘違いというか、まあ、防御かな、基本的な。で、まあ、それを、まあ、例えば正当防衛とかね、緊急避難とか、まあ、いろいろあるわけですね。まあ、これまた別途やります。で、もうこれがあれば、違法性阻却自由があれば、これあれば違法じゃないので、なので、イエスのところ進んで、やっぱり犯罪は成立しないわけですね。違法性がない場合ね。犯罪っていうのは構成要件に該当して、違法かつ有責な行為なので、違法ではなければ犯罪じゃない。で、違法でもあるってなって、その次に責任を検討します。違法性阻却自由がない。じゃあ責任検討しよう。で責任は、まあ、責任能力とか。で、責任要素としての行為っていうね、ちょっとまたこれは責任のところでやるので、まあ、こういった概念をチェックした後に、責任について問題なければイエスで、行為犯が成立します。はい、で、まあ、ただその行為犯が成立した後に、その特殊なね、事情があって、まあ、こういうふうに、まあ、刑がね、減刑するかどうかっていう、まあ、ここはまあ今あんまり気にしなくていいです。なので基本的にはこの第3編では、こっからここまでの流れ、ね、全部映ってないな。第3編は、こっからここまでの流れ、こっからこれが第3編で勉強することなので、まあ、そのね、どこを勉強しているのかという意識は、まあ、持ちながら勉強した方がいいかなと思いますね。ということなので、今から今日やるのはどこかは分かりますよね、当然ね。今日何やるか分かりますよね。今日やるのは、この後やるのは、ここですよね、当然ね。ここですよね。今日これやりますと意味不明でしょ。この順序でやるって言ってるんだからね、今日ここやるわけです、ね。この後ね。で、あと、細かい話をすると、なんだろう。そう、この行為論、このページの話をなんか、ほんとちょっとだけしておきます。これなんじゃこれって思う人がいたらちょっとまずいので。で、犯罪っていうのはその行為、ね、なんだという話をしましたよね。まあ、これどこに書いてるんだ？ここかな？あと、そう、先に言ったらレジュメから見ようか。まずこれ覚えてほしいんだけど、これ定義だから覚えてほしいんですけど、波線引いてるね。今日最初の波線かな？これも覚えてくださいということで、実行行為って何なのっていうと、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為っていうふうに、まあ、私はこれで、答案作ってましたね。これじゃなくてもいいですよ。本人、実行行為の定義をちゃんと覚えることがまず大事で、それにはいろんな説明の仕方があるので、どの説明でもいいんですけども、まあ、どの説明でも、まあ、よっぽど変な説明じゃなければね、いいんだけども、まあ、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為というふうに私は使ってました。で、例えばね、この37ページ見てもらうと、実行行為とは何だと。で、実行行為っていうのがまずあって、さっき言ったね、実行行為っていうの一番ね、これね、実行行為ね。この実行行為っていう概念から検討するんだけども、実行行為って何かっていうと、まあ、それぞれ、犯罪行為っていうのを、こういうことをしたら、犯罪だっていうふうに条文刑法に書いてあるわけなんだけども、それを、実行行為っていう形で実現するわけです。その行為をまあ実行する行為ですよ。構成要件に該当している犯罪を実行する行為なんだけども、これを実行行為と言えるためには、形式的に構成要件要素を満たすだけでは足りず、その行為によって、当該構成要件の予定する結果をジャッジする、類型的な危険を有する行為であることが必要と。だから、ある程度の危険性が必要なんですよ。その、殺人だったら人の死亡だけども、その人の死亡っていう結果を引き起こす危険性がなければ、それは構成要件、実行行為とは言えないわけなんですね。
なので、従って実行行為とは、ここに書いてあるように、構成要件に該当する行為であり、より実質的には、当該基本的構成要件の予想する法益侵害弱気、まあ、これ構成要件の結果発生と私は表現したんだけども、はい、の直接的現実的危険性を含む行為っていうふうに、書いてます。これ形式論だけではなく、多少なんか実質論も加味をしてるんだけども、全然危なくない行為を実行行為とは言わないわけですね。で、これは、まあ、もしかしたら全体講義でも言ったかもしれないんだけども、この例えに関しては。殺人だったら、これ要するに、殺人って人が死ぬのが殺人の結果じゃないですか。だから、殺人の実行行為って何かって言ったら、それは人が死ぬかもしれない行為なんです。もうめっちゃざっくりだね。そんなことしたら人死んじゃうよっていうのが実行行為なんで、そんなことしても人は死なないよっていうのは実行行為じゃないんですね、逆に言うね。だから、何を実行行為として切り取るかってすごいセンスというか、やっぱそこも最初の段階大事なんですよ。こういう行為をして人が死にました。さあ、犯罪が成立しますかってなった時に、まず犯罪っていうのは行為があって、その行為が犯罪になるかどうか。だから、どの行為をね、殺人の実行行為と捉えるかっていうところが、まあ最初のステップなわけで。で、殺人だったら人が死ぬかもしれない行為でも、ここに書いてあることに関しては、もうそのまま読むと、人の頭をこう針線で殴っても人が死ぬ危険性はないから、これは殺人の実行行為にはならないわけです。針線で布とかを折りたたんでパシンでバラエティでとかで、まあ最近見ないけど昔よくやってたよ。で、これがハンマーだったらめっちゃ危ないから、人の頭をハンマーで殴れば死ぬ危険性があるよ。みんなが見て、あ、これ死ぬんじゃないかって危険を感じる行為。それは実行行為なんですよ。だからそれは人が死ぬ危険性があるから実行行為になるんですよということです。まあ当たり前なんですけどね。ハリセンで実行行為って言うんだったら、この世のバラエティ番組で殺人未遂やりまくってることになるので、まあ、それは実行行為ではないということになるわけですね。で、まあ、これが実行行為の定義として、まあ、だからこの定義じゃなくてもいいんだけども、まあ、これに近いような日本語にどれもなってるはずなの。これが法益侵害弱気とか違う言葉で説明されてたりするわけですね。それはそれで別にいいんですが、まあ、いずれにせよ実行行為の定義はしっかりと覚えて示す必要があるんですね、当案でね。で、この時に、これわかるじゃないですか。これ殺人のね、結果、人が死ぬっていう結果が、これ、現実的にその危険があるかどうか。現実的危険性ね。だからハンマーだったら現実的危険性あるでしょ。当たりどころ悪かったら死ぬでしょ。ハリセンはさすがにどこが当たっても死なないよねっていうね。どんだけフルスイングしても死なないよねっていう感じだからね。障害にはなるかもしれないけど。って感じで、まあ殺人の、障害になるかどうかちょっと今、ちょっとスルーして、ちょっとそれ言い出すとなんか、めっちゃ面倒くさいことになるから、本当死なないような柔らかい紙だと思ってください。障害にもならないようなね。それはまあ、殺人の実行行為にはならない。うん、で、あとは問題は行為ですよ。行為って何ぞやっていうのは、これが38ページに書いてあることで、まあ、そんなに深く気にする話じゃないんだけども、つまりね、行為ってまあ人の動きじゃないですか。でもね、ここに書いてあるように、例えばね、いろんな行為の定義の仕方があって、例えば、行為とは意思に基づく身体の性同という、この意思に基づくっていうのが例えば追加されているわけですよ。なんでかっていうと、例えばね、皆さん、中学校の理科で反射って習ったの覚えてます？熱いものを触った時に反射的に手が引っ込む。これは反射なんですよ。これ、皆さんが脳で引っ込めろって指令出してないんですよ。なんか、確か脊髄とかからもうパンパン、脊髄に伝わって、脊髄から筋肉に行って、筋肉がこう避けるみたいな。だから、脳で判断してないんです。あれ無意識なんですよ。脳を経由してないんでね。で、これは人間の行為とみなさないんですよ。刑法上は。例えば、寝てる時の寝相とかもそうだね。寝てる時の寝相とかも、まあ、基本的には自分の意思でコントロールしてないから、寝相で人を怪我させても、それは行為とは言わなかったり、反射行為でパツってなって、それでなんか手がぶつかって、人の目に当たって怪我させても、まあ、それは基本的に、それを行為と捉えることは良くないわけですね。その触りに行く行為に過失があるかどうかっていう話とかはまた別なんだけども、そんなの触りに行ったら当然熱いの分かってて、近くに人がいて、なんか、例えば僕みたいに時計とかしてて、それが目に当たる危険性があるとか、まあ過失として肯定するならまだしも、でもその反射でパーンってなる行為を、それは行為じゃない、そもそも。っていうことです。だから、何を行為とするかっていう、一応定義は、まあそれなりにいろんな説があるわけですね。で、自然行為説だったら、この意思に基づく身体の制動だし、目的だったら、この目的によって支配された身体の制動だし、運動だし、社会的に意味のある人間の身体の同性であり、かな。で、4番目とかだったら、まあ、行為者人格の主体的現実化としての身体の同性であるとか、まあ、いろいろとあるわけですけども、
要するにこの、ここに図にあるように、少なくともまず反射運動とかは排除しなきゃダメだと。だから単なる身体の正当ではないことは、まあこれは明らかですね。ここからまあ、どこまで、やるかっていうのは、まあ別にここのゾーンはそんなに気にしなくていいと思います。まあそういうふうに、行為というものを定義づけるいくつかの、まあセットがあるんだよ、争いがあるんだよっていうことを、あのページでは説明しているんだなってことが分かっていればいいと思います。で、ここからまあ実行行為というものが何かか、ちょっとずつ、まあちょっとずつ分かってくればいいです。本当に、実行行為は何度も出てくる概念なので、今全部分かんなくていいんだけども、まあそういうふうに、実行行為っていうのは、まあ、その各刑法に規定された、まあ、構成要件。それが、まあ、想定している結果。人の死亡とか、財産を奪うとか、まあ、そういう結果っていうのを発生させる危険性の高い行為だと。いうことが分かりましたと。で、それが分かった上で、じゃあ、ね、例えば普通にね、人をナイフで刺しました。これが殺人に当たるかどうかっていう問題が出るかって出るわけないじゃないですかっていう感じなんですよ。それは誰が見ても実行行為だし、結果発生してるしっていうことで。じゃあ、問題になるものがやっぱあるわけです。つまり、それを実行行為と言えるのかどうか。そもそもそれって実行行為ですか？人が死ぬ現実的危険性がある行為ですかっていう問題になるようなものが、やっぱり出題されるんですね。その一つ目がこれです。不作違反です。作為犯というのは、不作為、つまり、何もしないこと、何かをすることじゃなくて、何かをしないことで、犯罪を実現する行為のことです。うん。で、ここに書いてあるように、不作為犯には2つの種類があります。まずは、申請不作為犯。申請不作為犯というのは、条文がそもそも不作為の形で規定されているから、だから、まあ、これは普通に不作為で犯罪になるんですよ。こういうことをしなかったら犯罪だよっていうふうに条文で書いてあるから、これは別にいいんです。問題は2番の不申請不作違反というもので、条文としては作為の形、人を殺すとか、物を取るとかっていう、作為の行動、作為の形で規定されているものを、作為ではなく、不作為でそれに違反するような状況のことを、不申請不作違反って言うんですよ。で、まずじゃあ40ページちょっと見てもらって、40ページね、ここに書いてあるように、まあ、こういうふうに、申請不作違反と不申請不作違反があるので、まずベーシックな申請不作違反の条文をちょっと見ましょう。まあ3つしかないから、この3つしかないと、ここに3つの例があるので、この3つの例を見るんだけども、まず107条から見てみますね。多臭不快散財。多分聞いたことない条文だと思うんだけど、知らなくていい条文なんですが、中身だけちょっと見ましょう。なんで不作違反かだけ分かればいいです。107条を見ると、暴行または脅迫をするため多数が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役または禁錮に処し、その他の者は10万以下の罰金に処するということで、これ何をやったら犯罪かわかります？どこが犯罪か。これですよ。解散しなかったってなのが犯罪なんですよ。ある場所に集合してて、解散しろって3回言われて、でも解散せずにいた。これって不作為ですよね。ただその集合すること自体はまだ犯罪じゃないんですよ。だから集合してるだけだからね。そこで警告を3回受けた。でもその場に留まっている。これが犯罪。これ不作為ですね。だこういうふうに不作為で規定されているものはもうそもそも申請不作為犯ですから。あとは、このレックのテキストに、103後段って書いてますが、これは多分明らかに間違いだと思うんです。130後半で130です、これ。不逮捕罪130。103じゃなくて130です。これ、130ね。で、130をちょっと見てください。なかなか面白い犯罪。僕すごい面白いというかね、なかなか知っておくといい犯罪だと思うんですけど、正当な理由がないのに人の住居もしくは人の監視する邸宅、建造物もしくは、幹線に侵入し、ここから侵入するのはこれ住居侵入なんだ、わかるよね。またはです。または、要求を受けたにもかかわらず、これらの場所から退去しなかったものは、3年以下の懲役、または10万以下の罰金に処する。これ知っといてください、皆さん。この法律があるの。知らない人結構やばい法律なんですよ。つまり、
皆さんがお友達の家とか行って、お友達にちょっともう帰るよって言われて、やだよ、帰りたくないよって言って、帰るよって言われてんのに帰れなかったら、二人兄弟になりますから、うん、理論上はね、その住居の住人に帰れって言われてたのに帰らなかったら、これ二人兄弟っていう犯罪になります。知らなかった人は覚えておくといいと思いますね、二人兄弟。逆に言うと皆さんがどうしても帰んない、なんかね、しつこいセールスマンとか、なんかまあ、家に入ってこないかもしれないけど、まあ、帰らない場合も不対抗罪だって、まあ、言ってください。って感じですね。これ130条後半、後段で、これは家にいる人が家から出ていけって言われても家に出ていかないっていうのが犯罪だから、これは完全に、不作違反ですね。最後に218条かな。これ見ましょうかね。まあ、聞いたことぐらいある犯罪だと思うんですね。保護責任者遺棄とかっていう話。はい、老年者、幼年者、身体障害者、また、病者を保護する責任のある者が、これらのものを遺棄し、または、これですね、生存に必要な保護をしなかったとき、これしなかったときね、やっぱりね。赤ちゃんにちゃんと、ご飯とかあげずに餓死させるとかがこれですね。はい、生存に必要な保護をしなかったときは、これは、新政府作違反ですね。しなかったっていうのが条文に書いてあるからね。で、これはまあいいんですよ。まあこれは別にそんな出るもんじゃないんですよ。出るのは不審政府作違反なんですよ。で、例えば、まあ、ここにあるように、さっきね、まあ、お母さんが赤ちゃんにご飯をあげずに、それで死んじゃった場合に、それ、殺人の故意がなければ、これ、保護責任者遺棄致死になるんだけども、どこに書いてるね。で、ただ、殺意を持って、つまり、もう殺してやろうと思って、ご飯あげない場合は、これ殺人になるんです。これが不審性不作違反なんですよ。やってることは不作為なんだけども、それはもう、殺人になっちゃう。で、これはじゃあ、どこにターニングポイントというか、どこで変わるのかっていう話をこれから勉強していきます。非常に大事な勉強なんですね、これね。普通にめちゃくちゃ試験に出てね。で、つまりこれどういうことかっていうと、そもそも不審性不作違反を実行行為として評価できるかっていうところが、まあ、ポイントなんですよ。つまり、法律に規定しているこのね、法制要件的欠陥性の現実的危険を有する行為と、見なせるかどうか。ですだってそういう構成要件の形になってないわけですからね。はい、これに関してはこういうふうな論述になります。まず実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるが、これは定義だ、定義書くんです。で、ここです。不作為でも構成要件的結果を発生させることは可能であると。さっきのお母さんがいい例だよね。お母さんが赤ちゃんに母乳あげなかったら赤ちゃんって死ぬんですよ。死ぬっていう行為は、これは殺人の構成要件に該当しますよね。つまり、お母さんがその赤ちゃんを殺すという行動を不作為でも実行できるんです。だから、ここに書いてある、日本語で意味がそれでスッと理解できたらもうそれでいいです。可能ですよね。だから、不作為も実行行為となりうるんです。赤ちゃんに母乳あげない行為は、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為なんです。それ自体。だから、さっき見たように、その行為の行為の定義ね。行為の定義って、例えば身体の老性で性も入ってますよね。性も入ってるんです。だからそれは問題ないんです。性も入ってるから。で、じゃあそれで解決かっていうとそうじゃなくて、こっからが本題なんですね。しかし、さっきも言ったように自由保障の観点。自由保障って今日序盤でやりましたよ。で、自由保障っていうのは何かっていうと、何でもかんでも殺人に、法律違反にすると、それは良くないから、ちゃんと何が法律かっていうのが分かる形で法律に書いてなきゃいけない。それなのにもかかわらず、不作為の形で書かれているもの、不作為、つまり、もしかしたらね、殺すっていう行為って積極的にやる行為だって国民が理解してて、だからほっといても殺人にならないんだと思って、殺人にされちゃったら、それは自由保障の観点から問題があるわけですよ。なんですね。だから、何でもかんでも不作為を、実行行為にすることは問題があるわけです。この自由保障の観点、このワードを一言パッと入れるといいと思います。この論述するときにね。まあ、これ、波線引いてないけども、余裕があればこれを覚えてほしいんですね。で、なので、不作為による実行行為性が認められる範囲を限定する必要があると。そこで、これが規範です。作為と
構成要件的同価値性が認められる場合に限るべきだ。構成要件的同価値性ってすごい難しいけども、まあ、これはもう不作為であっても、作為、積極的にやったこととほぼ同じだろうというのを構成要件的同価値性って表現してます。が認められる場合に限るべきなんですよ。だから、じゃあ具体的にはどういうことを言うんですかっていうと、2つです。まず作為義務がある。この人は、そういう行動しなきゃいけないのにやんなかった。つまり自分の子供なのにご飯を与えなかったからであって、他人の子供が飢えてるのを見てても、それは作為義務はありません。うん、例外的な場合を除いてね。うん、それは、まあ、人情的には当然助けてあげてほしいんだけども、殺人とは言えません。それは。あとは、作為の可能性、容易性です。そもそもできなければしょうがありません。例えば、お母さんが病気で、そもそも母乳が出ないとか、なんかもうお母さんがそもそも体で動けなくて、そもそもご飯あげれなかった。だからしょうがなく赤ちゃんが死んじゃった。それはまあしょうがない。作為の可能性がないですね。ということになるわけですから、これはもう大事な概念ですね。これがなかったら、作為義務と作為の可能性、容易性がないのに不作為で、殺人が認められたらとんでもないことになるので、この二つの要件は必須です。この二つの要件が揃っていれば、まあ、構成要件的同価値性があるだろうというふうに見なすという話です。で、これに関しては、いろんな説明の仕方があるんですよ、正直なところ。この説明のワンパターンではないんですが、私はまあこの説明が一番好きなので、この説明で書いているという次第です。で、じゃあですね、こっから、二つの要素が必要だってこと分かったじゃないですか。作為義務の存在と作為の可能性、容易性。まあ、作為の可能性、容易性は、まあ、そんなに問題にならないと思いますよ。そんなに難しくないと思いますよ。問題は作為義務ですよ。皆さんもそう思うでしょ。だって自分ができる、できないはもう自分でそこで判断できるから、あ、これ、俺できないわ。助けたいけどできないわ。しょうがないじゃないですか。問題は作為義務ですよ。どんな時に作為義務があるか分かんないと怖くないですか？道歩いてて人が死にそうになってて、これ俺助けなきゃ作為義務あんのかなみたいな感じ。それの、存在の理由を今から説明します。はい。これはレックのテキストでいうところの、42から43ページですね。ここに書いてますね。まあ、43から見ていこうかな。さっきの説明はほぼ42でし尽くして、42のことは説明しているので、43行きましょうか。43ページ。どういう時に作為義務が発生するか。まずは法律の規定。民法にこんな規定があるんですよ。夫婦は助け合う。親子は、まあ、親は子供を看護する、するかな。これは作為義務です。これを根拠。つまり、民法にそう書いてるんだから、夫婦で死にそうになったら助けろと。親は子供が死にそうになったら助けろという作為義務。これはまあ当たり前じゃないですか。だから、法令ね。夫婦だったら民法は、ね、752条。親子だったら民法が820条。っていうふうに法律で決められてるから、これはまあいいと思います。一番分かりやすい典型例ですね。うん、で次、契約事務管理。これは何かっていうと、まあ、契約事務管理は民法でやったように、契約、つまり、契約によって幼児の養育を引き受けたベビーシッターさんとかね、ベビーシッターさんは別に親子じゃないから、820条の義務を負わないけども、私が世話しますって契約したんでしょお母さんと。じゃあ、契約に基づいてその義務履行しろよって話です。ただ、事務管理っていうのは何かっていうと、契約がないわけです。事務管理って。契約がないけども、なんか、なんていうのかな、親切心でちょっと助けてあげたり、その時に発生する、まあ、ものでしたね。事務管理ね。で、これによって、病人を自宅に引き取ったりした場合、もうそれは、自分で始めた以上は、自分で世話を始めた以上は、責任持ちなさいということで、こういう時にも、発生しますね。で、続いて、干渉条理。また審議速度。これが一番広いですね。で、やっぱ先行行為っていう概念が、結構重要で、何かっていうと、先行行為とは、問題となっている法益侵害行為に先行する行為を言うと。で、先行行為を作為義務の根拠とする趣旨は、事故の行為によって結果発生の危険を生じさせたものは、結果発生を防止できる地位にあり、かつ条理上社会からその防止を期待されているため、構成要件で結果発生の危険を支配できる地位が認められるということにあるということで、つまり、あなたが何かやったから、そういう危険な状態になったんだったら、そのあなたがその危険を除去しなさいよというのが、この先行行為です。これ後で判例とか実際の問題やるときに見ます。何が先行行為なのかなっていうのはそこでよくわかると思います。で、まあ、一応そんな、あとはこれですね。
あと、作為義務のもう一つのポイントとしては、大事なのはこれですね。排他的支配。つまり、あなたしかもういませんよと。それを助けられるのはあなたしかいませんよとかっていうのも一つ考慮要素になります。まあ、この辺ね。があるわけですね。はい。じゃあ、ちょっと今のを、頭に入れていただいた状況でですね、私が作った問題を見ていきましょう。どんな問題かというと、この問題です。これ、判例100選に載っている、有名な判例は大体なんですが、ちょっと事例、中身変えてます。A 社に勤務する子は、ある夜、A 社の営業所の事務室内で一人で残業し、ボール箱のそばに火鉢を置き、多量の木炭を継いで暖を取っていた。その後、子は大量の、炭火の始末をしないまま、事務室を出て、公務室でうたた寝をしたが、1時間ほどしてから目が覚めて事務室に戻ってきたところ、炭火の加熱から段ボール、ボール箱に引火しているのを発見した。で、室内には消火器が設置されてあったが、コウが自分の失策の発覚を恐れて、営業所が全焼しても仕方がないと思いつつ、消火をせずにその場から立ち去った。そのため火星は拡大し、営業所は全焼した。なお、A 社の営業所は現に人が住居に居住 していない建造物とする。ということで、コウの在籍を求めるということになります。はい。コウに何が発生するのかと、まあ、おおむね皆さん、まだ格論やってないから、なんかわかんないと思うんですけども、なんか火つけた系の反対かな、みたいなね。それを検討するわけですね。で、今の状況を把握してもらった上で、ちょっと進んでいきましょうかね。で、こんな感じ。まずね、行為を特定するんです。まず、犯罪の失敗者って行為なので、どの行為、つまり、これね、行の在籍って書いてるけども、人なんだけども、その人のどの行為かをまず特定するのが大事で、私はこれを切り取ったわけです。行が炭火の加熱からボール紙に引火しているのを発見しつつ、消火しないまま立ち去った行為、これです。これが一番危険性高いんです。もう燃えて、今にももう燃えそうなのに、消火せずに立ち去った。この行為に、非現住建造物等放火罪が成立しないかっていう切り口でいきます。で、皆さんの中でもしですよ。例えば、なんか、これね、後始末をしないままうたた寝したとか、こっちを、切り出したっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、それはまだちょっと危険性が浅いですね。普通それで、ね、なんかこう、過失による、失火的な犯罪だったらいいんだけども、少なくとも、それで、放火が、つまりその、火がついて燃えてしまうっていう、認識はないはずですから、過失はともかく故意は問えないですからね、これを切り取ってもね。その、故意が取れない行為を切り取ったりして、故意犯は成立しないし、いうことになっちゃうので、まあ、それはちょっと、良くないです。で、失火、過失犯にするっていうのは、やっぱりなんで良くないかっていうと、まず、故意犯が成立するんだったら、絶対故意犯成立させるんですよ。故意犯と過失犯が両方成立する可能性がある場合に、故意犯で起訴せずに過失犯で起訴するとか意味不明なので、故意犯で起訴できるものは故意犯で起訴しますから、だから、故意が認められる行為を切り取らなきゃいけないんですよね。だから、故意が認められるっていうのは、つまり、まあ、故意の話も詳しく説明してないから、ちょっとそこはあやふやでいいんだけども、少なくとも、犯罪事実の認識人用っていうのが定義で、それ後で説明しますけども、このままだと燃えてしまうにもかかわらず、もうそれをしないっていう、その故意ですよね。燃えちゃうかもしれないっていうね。その認識があるような行為を取らなきゃいけないから、やっぱこれを取ってるんですね。まあ、その辺もちょっとね、初学者にとってはすごく難しいと思うんだけども、まあ、おいおい理解できるはずです。今日はもう難しいことを分かった上でちょっと説明するので、そこはちょっとご了承ください。なので、この行為を切り取ってますね、まずね。で、次です。じゃあ、まず、法律で見ましょうか。109条かな ?109 条を見ると、これですね。放火して、現に人が居住に使用せず、かつ現に人がいない建造物とかを焼損したものは、2年以上の懲役。はい。だから、放火しなきゃいけないですね。これが構成要件ですね。構成要件。放火っていうのは構成要件です。で、こっから、ちなみに、私ここに、河川部は定義って書いてある。これ何かっていうと、これ放火の定義って実はね、皆さん覚えなきゃいけないんですよ。で、それどこで覚えるかっていうと、総論ではなく、格論で覚えるんです。
各論でそれぞれ放火っていう放火にフォーカスした話をするときに、その放火の定義とかを各論で覚えるんです。で、これは覚えたらその言葉の定義をちゃんと答案で書くことで点数取れるんで、定義はいっぱい覚えてください。楽しみになるんだけども、今は覚えなくていいですよ、総論だから。でも、いずれ覚えなきゃいけない。で、こういうのが定義だよっていうことを、まあ、今の時点で意識してもらうために、わざわざ下線部敷いてるだけです。で、まず、項は、放火したと言えるかについて検討します。で、放火とは、目的物の焼損を弱気させる行為を言います。これは単なる、ただの定義ね。これはまず定義を書きました。で、じゃあ、項がこれをした、項がこの実行行為をしたかって話になるんだけども、項は、自ら火をつけたわけではないんですよね。うっかり燃えちゃった。でそれを後始末すぐに逃げちゃった。だから、その場から立ち去ったに過ぎないが、このような不作為が実行行為となり得るか。これが私の問題定義ですね。不作為が実行行為となり得るか。で、さっきの、論述をするわけです。実行行為とは、公正要件的結果発生の現実的検査をする行為であるが、はい、これ定義だから、線引いてるだけです。これ定義だからね、実行行為ね。はい、であるが、不作為でも公正要件的結果を発生させることは可能であるから、不作為も実行行為となり得る。しかし、自由保障の観点から不作為による実行、公正性が認められる範囲を限定する必要がある。そこで、作為と公正要件的同合性が認められる場合に限るべきであり、具体的には作為義務の存在と作為の可能性、容易性を要すると、はい。私が、さっきのところで波線引いたのは、こっからだけだったかな。だけども、まあ、理想は全部書くことが理想です。はい、まあ、最低限で言うなら、もう、これですね。これが、ここからここが規範だからね。まあ、でも、これくらいは正直全部書けた方がいいと思います。で、ここから具体的な本件の当てはめいきます。はい、作為義務があるかどうかですね。見ていきますよ。ここからが注目です。ここからが得点の差が出ます。ここまでは正直覚えてれば誰でも書けるんですよ。ここからですよ。ここからが、うまい下手が分かれてくる。で、本件では、こうは、ボール箱のそばに木製火鉢を置き、多量の、木炭を継いだ後、大量の炭火の始末をしないまま、その場を離れ、1時間経たないして、これはまず事実を引っ張ってます。はい、ここの問題文に書かれていた事実をまず引っ張るんです。これで点数きますから。大事な事実を引っ張ることは点数きますから、民法も刑法も。で、次です。ここから評価です。まあ、わかりやすく言うと、これが事実ですよね。これただの事実です。事実をそのまま書いてる。事実書いた後、理想的にはその事実を評価するんですよ。これかな。これがここも含めてもいいんだけど、まあこれをどこまでやるかちょっとまあ別にそれはあんま大事じゃないんだけども、まあこれが評価です。その事実に対する評価ですよ。事実と評価の違いわかるかな？例えばね、今年ね、ヤクルトの村上っていう選手がホームラン56本打ちましたよね。これ事実ですよね。56本打ったと。で、56本ってめちゃめちゃすごいホームランの数じゃない、これ評価です。その技術を聞いて、あ、それすごいねとか、そういうのが評価ですよ。事実と評価はそれ違うわけですね。だからこれは単なる事実なんです。ここに青で書いてるのは。で、ここから評価なんです。それをどう評価するか。で、ここからが本当にやっぱり、うまい下手のポイントというか、点数をね、取れる人と取れない人の分かれ目も一つここにあるわけだけども、どう評価したか。はい、私の評価はこれです。まず、ボールが今、段ボールみたいなものと思ってほしいんだけども、これ、可燃性高いよ。これがプラスチック製の箱かボール箱かで全然違うでしょ。そうなんですよ。だからボール箱という可燃性のもののそばに火元を置いたまま1時間というのは長時間と私言い換えました。長いよねっていう単純にその、だからさっきホームランの数多いよねっていう多いって評価です。多いは事実は56本。多いが評価。だから1時間が事実。長いよねが評価です。だから長い時間、長時間目を離すという行為により、自ら焼損の原因を搾取してますよね。あなただよねと、この火が燃えるきっかけ作ったのはあなただよねっていうことを言ってるわけです。で、しかも一人だったよね。これ一人って書いてたわけですね。だからこれはあれか、ごめん。ちょっとこれはもしあれだったら、ちょっと書き直しちゃうんだけど、まあでも書き直せるか。これが事実だよね。細かく言うね。で、これが評価か。細かく言うと、一人ってのは事実だよね。評価じゃないもんね。一人ってね。どこに問題文に書いてたの覚えてるかな？こっち、一人で残業して、ここね。一人で残業して、ここね。これ、一人。一人ね。
この一人っていう、この問題文のこの一人を、これは見落とさないことがね、やっぱ、上級者というか、なんですよね。この何の変哲もない一人っていうところに、実は点につながる大きな、ポイントがあるわけですね。だから、はい、一人っていうのをちゃんと指摘します。こう一人だから、排他的支配に、つまり、あなたしかいませんよね、もう消せる人は。つまり、自分で、その火、が、発生する原因作って、しかも消せるのはあなたしかいないんだから、あなたが消さなきゃダメでしょっていうことで、作為義務を認めてるわけですね。で、また、ここから作為の容易性です。可能性容易性。で、これはちゃんと消火器があったってこと、これ認識してたらもうおしまいですね。これも、だからもう、ちょっと青と赤で、日本語省略するけども、これが事実で、はい、これが評価ね。これは他の科目でも使えるテクニックなんですけどね。事実を書いて評価する。はい。室内には消火器が設置してあったのだから、それを使えば防衛紙を、ボール箱を容易に消火できるよね。消火器設置してあったの、皆さん気づいてましたかね、うん。あれはすごく大事な事実です。あれ見落とす。あれ見落としたらちょっとね、あれですよ。なんていうか、ちょっと訓練不足と評価されますね。本番ではね。今は全然いいけど。まあ、一人っていうのはちょっと見落としがちだよね。二文字しかないし、あんま目立たないし。単なる状況説明かと思うけども、消火器があったって書いてたら、ちょっとさすがになんかね、インパクト残るでしょ。そういうのをちゃんと見落とさないよ、ね。よって、作為の可能性、容易性も認められますよ。はい。で、だから1と2を満たすわけですね。はい。以上により、項が消火しなかった不作為は実行項になり得ますね、と。そして、消損とは、行き過ぎた。今どこに出たかな。あ、これ、はい。そして、甲がその場から立ち去り、ボール紙に引火したまま放置したことにより、営業所の、消損弱、これだから定義に戻ったわけですね。もともと放火の定義何でしたかって言われたら、放火の定義ってこれね、目的の消損を弱気する行為。だから、まあ、その、ほったらかしたことによって消損が弱気されてるよねということで、放火したと言えるという認定。でも今日の話はここでおしまいですよ。ここから先はまあ今日の話と関係ないんだけど。これで、つまりここまでが実行行為です。構成要件の中の実行行為、ここまでちょっと映ってないけど、ここからか。2から、2からというか2か。2が実行行為です。じゃあ何、次何やるかというと結果ですよね。実行行為、結果、因果関係だったよね、順番ね。実行行為、結果、因果関係だから結果見ていくわけですね。で、A の営業所は、まず、現に人が居住に使用せず、かつ現に人がいない建造物でね。これ、A、本人は含まないので、一人しかいなかったんで、いない、人がいないです。で、人が居住に使用せずっていうのは、問題文に、つけましたよ、私はね。人に居住してないよっていう。まあ、これは別に、この論点を、これ、放火の論点を書かせる問題じゃないから、これ、放火の論点書かなくていい、書かなくて済むためにこれ、やっただけです。はい。で、まあ、だからすぐに、この、客体は認定できて、で、そして、消損。これも定義があります。消損とは、火が媒介物を離れ、目的物に移り、独立して燃焼作用を継続している状態に達したことを言う。まあ、これも放火で覚えてくださいっていう感じ。で、これ、要するに、なんか、媒介物ね、なんか離れて、その目的物に移って、その目的物がもう、自動的にもう、燃焼が継続している状態になったことを言うんですけども、営業所って全焼してる。全部消えてるんだから、これも消損に決まってます。だから、まあ、全焼してるから、独立して、燃焼作業を継続してる状態に達成してたことは、もう明らかですよ、ということね。だから、消損した。まあ、これは別に放火の話だから、別に今はいいです。で、これ結果です。まず結果を認めましたね。まず順序ね。構成要件の実行行為を認めて、消損という結果を認めて、で、次ですね。因果関係。はい。甲が消火しなかったために、ボール箱の火星が拡大して営業所が消損しており、甲が消火すれば消損しなかったと言えるから、因果関係認められる。で、これもっと丁寧に書くと、ちょっともっと丁寧に書いた場合にはちょっと皆さん申し訳ないんだけど、ちょっと最初からバサッと書いてもよかったんだけど、ちょっと追加で書いていただけたらありがたいです。ここですかね。ここ。ここに挿入なんだけども、甲が消火すれば消損しなかった、ことが合理的、な疑いを超える程度に
超える程度に確実。こう書いてください。これがあった方がより丁寧。まあ、実質この問題でこれ書いたから加点されるかどうか微妙なんだけども、まあ、基本的にはこれ書いた方が丁寧ですね。これ不作為の因果関係って言って、違う回でやるんだけども、不作為の因果関係はこれがキーフレーズなんですよ。で今回不作為なんで、因果関係認めるんだったら、まあ、どうせならこれ書いた方がいいかなっていうことで。つまり、項が消化すれば消損しなかったことが合理的な疑いを超える程度に確実といえ、因果関係も認められるって書いた方が、まあ、より丁寧かなというところです。はい、で、進みますね。はい。で、こうは自分の失策を恐れて、営業所が全焼しても構わないと、仕方ないと思っていた。すなわち、ここです。こい。自らの行為及び営業所が全焼する可能性を認識に、まあ、これ後で詳しくやるので、後っていうか、違う回でね。これが行為の内容なんですよ。自分のやってる犯罪行為を認識に引用する。だから、うっかりうたた寝して燃えちゃったら、これ認識に引用してないので、これは過失です。行為にはなりませんので、だから、立ち去る行為に、自己行為性を認めたわけですね。はい。だから、行為も認められますよと。で、行為も38条にある。まあ、これは別にいいです、今は。よって、はい、これ、結論ね。非現住建造物等放火罪。つまり、これで、構成要件の実行行為、結果因果関係、行為全部認めたから、違法性とか責任は、それを、検討させる事情がない限り、検討しなくていいので、これは特にないので、もうこれで終わりって感じになるわけですね。はい。これがフォーマットです。このフォーマットも何度も私が提示していくので、まあ皆さん自然とできるようになるはずですので、まあ、ここに書いてあったような、まあ論述の流れであったりとかね、どういう時に不審性不作為違反の問題が出て、どういうふうに論述していくのかとか、どういう事実を切り取って悪意義務とかを認めるのかとかっていうのを、まあちょっとこれから学んでいただけたらいいかなと思っております。はい。で、ちょっと補足説明をいくつかさせていただいて、で次に進むんですが、やろうと思っている補足説明はですね、まずは44ページですかね。44ページの、これ、重要な判例を一つ紹介したいと思います。どんな判例かというと、この44ページの、平成17年の判例をちょっと見てください。まあ、事例の中身把握できればいいと思います。どんな事例かというと、なんか結構狂った事例なんですよね。なかなか何が起きてるのかよくわかんないと思うんだけども、手のひらで患者の患部を叩くと自己治癒力を高めるとして、独自の方法を施して信者を集めていた被告人は、でも宗教か何かなんですかね、信者って言ってるから、患者である信者家族の依頼を受けて、入院中の患者を家族らに病院外のホテルに連れ出させ、上記治療を施した後、痰の除去や水分の点滴等患者の生命維持に必要な医療、措置を受けさせないまま患者を約1日放置し、単による、気道閉塞に基づき窒息死させたということで、ざっくり説明すると、まあ、本当にちょっと、まあ、分かりやすく言うためにも強い言葉を使っちゃうと、まあ、インチキ療法みたいなことだと思うんですよね。まあまあ、信者の方には申し訳ないけども、ちょっと先にせずに、ね、言っちゃうと、まあ、手のひらで、まあ、病気になってる人が手のひらで叩いたら治るんだみたいなことを言ってる人がいて、それ信じてる人がいましたと。で本当はそれでは治らないと思うんですよね。まあ、宗教のことは裁判でどうこうできないんだけども、まあ、私の常識的には治らないと思うんですよ。で、それで、なんていうのかな、それで本当に治療が必要な人が病院にいるわけですよ。もうその病院の治療を受け続ければいけない人はね。でも、その、競争的な人が、その信者に対して、いや、もう病院の治療なんてやらなくていいから、私のところに連れてこいと。そしたら私がその、私の治療法で治してやるからって言って、その、病気の人を病院から抜け出させて、自分のところに連れてきて、自分のホテルの部屋に、まあ、閉じ込めるというか、まあ、もうそこで隔離させて、自分で治療し、みたいなことをやって、ね、死んじゃったみたいな。で、これは、作為じゃなくて不作為なんですよね。つまり、その死にそうになった時に、ちゃんと病院に連れて行けば助かってるわけですから、その死にそうになった時に病院に連れて行かなかったっていう作為があるわけですよ。でも、作為義務ってどんな、だから作為義務ですよ。作為の可能性、容易性は問題ないです。病院に連れていくだけだから。あとは、作為義務ですよ。で、これは、さっき言ったみたいに、これ、親子とかではないので、作為義務が認められるのかっていうところにフォーカスして、ちょっと判例読んでいきたいと思います。はい。
被告人は事故の責任に期すべき事由により、患者の生命に具体的な危険を生じさせた上、患者が運び込まれたホテルにおいて、被告人を信奉する患者の親族から、重篤な患者に対する手当を全面的に委ねられた立場にあったものと認められる。その際、被告人は患者の重篤な状態を認識し、これを自らが救命できるとする根拠はなかったのであるから、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず、密室っていう言葉は今知らなくていいです。密室的な殺意を持って、上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には不作為による殺人罪が成立し、殺意のない、まあ、ここから先別にいいです。ここから先関係ない共犯の話だから、まあ、不作為による殺人が成立するんです。で、まあ、作為義務をどう認めるかっていうところなんだけども、この辺に補足説明があるかな。はい。この判例は作為義務の根拠として、まず、事故の責任に期すべき事由により、患者の生命に、具体的な危険を生じさせたと。つまり、もともと病院にいて、そこにいさせれば安全なのに、自分のとこ連れてこさせたんですよね。っていうね、ことをやってると。しかも、それをもう自分で何とかするからって言って、もう自分のテリトリーに置いちゃったという、この二つですね。つまり、先行行為。自分のもとにね、病院から抜け出させたという行為と、あとはその自分のテリトリーにおいて、もう他と隔離したっていうね、引き受けですかね。はい。あとこの、引き受け、まあ依存関係っていうのを重視しているわけですね。で、その上で、まあ、引き受けとかね、この自分でやるからって引き受けた行為とか、あとはまあ、あと支配してますね。まあ、支配下に置いてるとかっていうところを、まあ、根拠に、まあ、認めることができるかなという感じで、こんな感じで、作為義務を認めていくわけですね。逆に言うと、そういう義務がないのにね、例えば普通に、まあ、どっから作為義務かっていうのはちょっと難しいので、まあ、極端な例で言うと、道端で倒れている人を見て、大丈夫ですかって声かけて、あ、これ大丈夫じゃねえな、ほっとこうって言っても、それは作為義務はないですね、基本的にはね、っていう話になります。先行行為がないからね。だって、あなたのせいでその人死にかけてるわけじゃないから、だからあなたのせいで死にかけたのに、あなたのせいで死にかけて他に誰もいないのに、ほっといたらこれは作為義務があるかもしれないけども、普通に道で死にそうな人はほっといても、助けた方がいいんだけども、刑法的には、まあ、基本的には殺人罪にはならないかなと、よっぽどの事情がないかとね。その辺で、区別して理解していただけたらいいかなというところです。ちょっとこれはね、応用的な論点になるんだけども、この作為と不作為の区別っていうのは、まあ、ちょっと難しくて、で、例えば何を言ってるかっていうと、ここ見てもらえばわかるが、ここの例がいくつかあってね、そう、何をもって作為、何をもって不作為かっていうのが、ちょっとまあ難しくて、例えば1番、消毒をしてない注射器を用いた注射によって病気を感染させるのは、これ作為か不作為かって話だけども、まず、まあ、レックの説明、こういう説明してます。当該行為によって、より危険な状況に陥れているかどうか、より状況を悪化させるかどうかによって区別するっていう、まあ、この説明もいいんだけども、まあ、具体例見ていくと、まあ、これ、消毒に関しては、消毒をしないっていう行為を不作為と取るんじゃなくて、もう、消毒をしない注射器で注射をするっていう、これを作為と取る方が自然ですね。これは作為でいいと思います。で、2番、医師が人工生命措置を止めることによって治療をやめると。つまり、人工生命措置のスイッチを医師が切ると。これも作為でしょ。つまり、治療をやめるっていう不作為じゃなくて、治療のやってたのにスイッチを止めるっていう作為だと思いますね。これは。で、逆に、停電とかになって、医師が止めたわけじゃない。停電で止まったものを、医師が、スイッチを押し直さなかった。これは不作為でしょう、ね。言ってることわかるかな、積極的に治療を止めさせたのが不作為。で、止まっちゃったものを、もう再開しなかったのは不作為と評価した方がいいと思います。その自然です。で、3番、この辺から難しいです。まあ、先4なのか。4はまあいいです。4は、救助行為が必要になることを予期したものが現場から逃走すること。で、救助しなきゃいけない立場の人間が救助しなかったら、これは、不作為犯になるんですよ。お父さんが子供を溺れてるのを、見殺しにするとか、不作為の殺人になる可能性があるんだけども、なんかこの後救助必要になるなって、なんか予期して、何のエスパーか知らないけど、予期して、その場から立ち去る。立ち去ったっていう行為を不作為とみなすんじゃなくて、もうそれはもう救助しなかったっていう不作為にするのが自然です。で、3番が一番ややこしいね。3番は、救助に向かおうとした人を、まあ、サゴンや、左辺というものがサゴンというものはちょっとわかんないんだけども、実力によって、阻止したこと。まあ、助けに向かっている人を、助けを妨げる行為。これ、不作為って書いてるけども、これは正直ケースバイケースだと私としては思いますね。つまり、実行行為として、
まあ、それ最終的に救助を妨げて救助してないっていう、まあ、つまり救助を妨げて自分の支配下に置いて、で、ただただ死んでいくのを見守っているっていう行為を全体で見たら不作為と言えるんだけども、もうその時点でもう今救助しないと死にそうな人がいて、それを救助に来てる人がいて、で、救助したらちゃんと助かるという時に、その救助を止める行為は、これは作為と評価してもいいと思うんですよ、私はね。結局、その作為に、その救助を止めさせるっていう行為が、によって、人が死ぬかもしれないじゃないですか。実行行為と評価できるかどうかなんですよ。で、結局、作為を実行行為と評価できれば、それは作為で評価した方が自然なので、まあ、基本的にはその立場です。で、作為を実行行為と評価することが難しい時に不作為にするので、だから、まだ全然大丈夫な状態で、なんか、助けてあげましょうかみたいな。いや、まだ大丈夫だからっていう状態で、いやいや、嘘ついて、救助をさせないと。で、これは、まだ、あれじゃないですか。死ぬかもしれない実行行為になってないんですよね。まだ全然大丈夫な状態で、例えばちょっとまだ、まあ、病気とかの人がいて、まだそんなに苦しんでないから、まだ全然大丈夫ですよって、病気になってませんよって言うと。で、そっから本当に死にそうになった時に、本当に死にそうみんな発作とか起きてる時に助けに来た人を、いやいや、全然平気ですよって言って追い返したら、それはもう作為じゃないか。私は思うんです。まあ、そういうちょっと、これは本当にいろんな説があって、めちゃめちゃ難しい論点なので、まあ、私としてはそういうふうな考え方がいいんじゃないかなと思います。で、これで言うと、まあ、作為っていうのを、このレックのテキストは、公益が悪化しつつある事態を好転させない行為っていうふうに定義してますけども、まあ、いろんな定義がある、これあくまで参考なんですけども、こういう定義も、まあ、こういう定義が、まあ、多いのは、作為の定義として、で、答案で積極的に書かなくてもいいんですけども、これに関しては。期待された、行為をしないこと。はい。あ、ごめん、ここ映ってなかった。期待された行為をしないこと。期待された行為をしないこと。っていう、不作為、不作為って書けてる、これ。なんか違う字に書いてる。不作為。不作為を期待された行為をしないことっていうふうな、定義づけしてる、まあ、説明も多いですね。覚えて書く必要は必ずしもないんだけどね。この答案にも不作為の定義なんて書いてないし。で、そういうふうに不作為の定義がいろいろ違うんですね。で、結局的に、で、この立場の説明として、期待された不作為をしないことっていう定義、お前、行為って書いてるな。作為って書いた方が、正確なんで、ごめんなさい。ごめんなさい。これごめんなさい。作為。期待された作為をしないこと。期待された作為をしないこと。まあ、別に行為でもほとんど一緒だと思うんだけども、一応ちゃんとした本には作為って書いてあったので、作為をしないこと。で、期待された作為をしないことなんですけど、まあ、不作為でも日本語のままだよね。なんか、なんだけども、まあ、期待されたっていうのがポイントかな。期待された。作為しないこと。で、これっていうのは、何か別のことをすることと両立するんです。で、その時に、その何か別のことをした、それを普通に作為犯で構成できるんだったら、それで作為犯で構成すればいいんです。別に不作為犯と見なす必要はないんですよ。何か別のことをやっぱり作為犯と構成できない場合に、それを不作為犯として構成するっていうイメージなんですね。で、このレックのテキストのここで言うとね、まあ、これ一応読んでいくと、作為とは法益を悪化させる行為であり、不作為とは法益が悪化しつつある状態を好転させない行為と、まあ、レックはこの立場で書いてます。私はあんまりこの立場に賛同的な思想ではないんですけども、私はさっき言った定義の方がしっくりくるんですけども、まあ、レックはこの立場で説明してると。その時に、例えばね、こういう事例があるわけです。溺れてる人がいて、その人に溺れてる人助けるかどうかって話で、単に友人が溺れてて友人を助けないのは、これは別に作為義務がないので、不作為にはならない、不作為犯にはならないんだけども、こういう場合、なんか、どこから説明したらいいのこれ。ここか。甲は溺れている友人を発見し、棒を差し伸べたが、それを引っ込めてしまったと。で、溺死したと。で、この棒を引っ込めるタイミングによって変わるんですよね、実は。で、これ、つまり、棒を引っ込める行為、それ、つまり、1の場合か、1の場合って何かっていうと、A が棒にしがみつく瞬間に引っ込めた。つまり、ちょっと、棒を出してて、掴もう、カメラ映ってるよね、これ。掴もうって、シュッてやるみたいな。シュッ。これは作為です。なんでかっていうと、こうなっても、だってこれ助かるじゃん。これ、助かるんでしょ。助かる行為を
ピュッてやってる。これは、こうやったらこの人助かる人が死ぬでしょ、こうやったら。だからこれは、これってもう、この行為が殺人の実行行為、死ぬかもしれない行為でしょ。いや、そんなことしたら死んじゃうっていう。つまり、助かろうとしてるのに死んじゃうわけです。だからこれ作為なんですよ。で一方で、二っていうのは何かっていうと、棒にしがみつく相当以前の段階。なんか棒を出してて、遠くにいて、棒を出してて、これ捕まったら助かるけど、まあいいやってやめるみたいな。これは不作為ですね。これ助けなかった。で、不作為だから、これ作為と評価できません。うん、今の段階で別にこれをやることによってその人が死ぬっていうほどの関連性がやっぱないんですよね。別にそうじゃなく勝手にこの人が ここまで来てもう掴めるってなったのに引っ込めたらそれはもう掴める助かる人を殺してるんだけどもまだここに来て掴むかどうか全然分かんない状態でやってるわけだからまだ全然それで死ぬかどうか分かんないですよね。だから、それは作為じゃなくて助けなかったっていう不作為です。単にで助けなかったって不作為なんだけどもそれは単に友人だったらこれは不作為は作為義務がないからそれは作為犯と構成して殺人認められないし、作為犯としても構成できないから、やっぱ殺人罪は成立しませんよね。だから、友人だったら直前に引っ込めたら、殺人になるけども、直前じゃなかったら殺人にならないっていう違いがあるなっていう話です。まあ、これはちょっと応用的論点なので、まあ、でも難しいと思うんですけどね。っていう感じです。で、一応まあ、これで不作為犯の説明は一通りしました。これがまあ、刑法で習う重要論点の記念すべき第1論点ですね。不審性不作為犯。で、次の論点は、間接性犯なんですけども、私の時間配分ミスで、残りの20分で説明できる量ではないので、ちょっと今日は途中になっちゃいます。ちょっとご了承ください。次回続きやりますね。ちょっと、途中までめっちゃいい、私が計画した時間通りだったんだけど、不審性不作為犯の説明こんなにする予定じゃなかった。ちょっとこれは誤算でた。完全な誤算。なんか申し訳ないです。予定ではね、不審性不作為犯の説明をね、8時50分で終わる予定だったんだよね。なんで20分伸びたんだろうね。申し訳ないです。で、まあだから、これ大事なことは省略せずに次回に回すので、まあ、次回調節します。それは。はい、で、間接性犯って何かっていうと、他人を道具として利用することによって犯罪を実現する場合ということで、まあ、これも具体例見た方がいいかな。具体例はここにいっぱい書いてるのか。じゃあいいや。どんな行為かというと、例えばこれね、まあ、具体例これ、他人を脅して無理やり犯罪させるとか、つまり自分じゃなくて他人に犯罪させる行為。分かりやすく言うと、なんかその人を脅して、あの店の商品万引きしてこいやって言って万引きさせるみたいな。これを自分でやってないじゃないですか。だから自分はこれ実行行為してないくも見えるでしょ。実行、万引きの実行行為、窃盗の実行行為って、その、商品に手を伸ばして商品を奪って自分の支配下に置くポケットに入れるとか、これが万引きの実行行為ですよね。この人は人にやらせてるから万引きの実行行為してませんよ。ってことは、この人は、じゃあ、犯罪者じゃないのか。まあ、それは共犯とかの話を入れたら犯罪者になる可能性があるんだけども、共犯とか無視して、この人の正犯、この人の犯罪として、共犯とは別の概念で説明できないかっていう話なんですよ。で、この時に一つ考えてほしいのが、ここで人を使ってやらせた時には、まあ、その人の実行行為を認定しづらいのはわかるでしょ。やった人は A さんじゃなくて B さんが盗んでるわけだから。A さんは B さんにやらせてるだけだからね。だけども、もしこれが B さんじゃなくてドローンだったらどう思います？ドローンを操縦して、店の商品をドローンで掴んで持ってきたら、これどう考えてもその人の実行行為だよね。ドローンを使ってね。つまり、使うのがドローンか人かの違いだよね。なんですよ。つまり、それを人を道具として、ここにある、道具として人を利用すれば、それはもはやあなたの犯罪だから、それはその道具として利用した行為を実行行為とできる。道具と言えなければ実行行為とは言えない。これが間接性犯です。なので、ドローンだったらドローンを操縦して、その物を掴む行為が実行行為なわけだから、それと同じように、人を使って、人を道具として使ったときに、間接性犯っていう概念が出現するわけです。で、一応これもじゃあ、でも何でもかんでも人を使ったら道具じゃないわけですよ。人を道具とみなすというのは非常に例外的な場合だけです。
なので、実行コアの説明はこれですね。実行じゃない、こういう、こういう、なんて論述で覚えてほしいんだけども、実行行為とは、構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為であるが、他人を利用する行為でも、構成要件的結果を発生させることは可能である。まあ、定義から説明するわけですね。他人使ってるけども、まあ、それでも、構成要件的結果、これは、腑に落ちるでしょ。つまり、構成要件的結果って万引きとかがそうだけども、他人を使って万引きできるじゃないですか。だから、他人を使っても別に構成要件的結果を発生させることは可能ではないと。だから定義上は他人を使う行為を実行行為として認めることは定義上はできると。だからじゃあどういう場合にそういうふうな、間接税犯を認めるかというと、これも2つ要件があります。1、他人を道具として利用して自己の犯罪を実現する意思があること。2、利用行為により他人はここ大事です。一方的に支配利用し構成要件的結果としての現実的危険性を生じさせれば実行行為が認められる。だから構成要件的結果性の現実的危険性を生じる、これ当たり前ですから、すべての実行行為がこれ要求されますから、まあ、ここまでですよね、間接税犯の特有なのはね。他人を道具として利用して、自己の犯罪を実現する意思がある。で、利用行為によって他人を一方的に支配利用することです。で、一方的に支配利用する、例えがどんな例えかというと、それを有名な判例見ましょうか。まあ、この一方的に支配利用する例を、ここにまあいくつか挙げているわけですけども、その中でも、まあ、一番で有名な判例をちょっと見たいと思います。こんな判例なんですね。はい。被告人は、当時12歳の幼女を連れて、幼女っていうのは養う子のね、養子にとってとかね、実の子供じゃないのかな。当時12歳の幼女を連れて、四国88箇所、これ、札所、もう読めない、ごめんなさい。札所、ありがとうございます。なんか、すごく優秀な受講生が今、私にヒントをくれました。札所等を巡礼中。日頃、被告人の言動に逆らう素振りを見せる、都度、顔面にタバコの火を押し付けたり、ドライバーで頭をこすったりするなどの暴行を加えて、事故の意のままに従わせていた道場に対し、本件各窃盗を命じてこれを行わせたと。はい。つまり、人を使って犯罪を行ったパターンですね。無理やりね。命令してね。で、これによれば、被告人が、ここから大事です。事故の日頃の言動に依附し、意思を抑圧されている道場を利用して各窃盗を行ったと認められるのであるから、たとえ書論のように、道場が、ぜひ、善悪の判断能力を有するものであったとしても、被告人については、本件各窃盗の間接税犯が成立すると認めるべきだということで、まあ、つまり、道具と言えるかどうか問題っていうのは、例えば、普通人にさ、この犯罪やってって言われたら、なんて言われます？嫌だよって言われますよね。そうなんですよ。道具になってくれないんです。自分の意思がある人間は。そうです。自分の意思がある人間は道具になってくれないので、その意思をもう抑圧する、その人の意思をもう排除するぐらいの条件が必要なんですね。で、それが、ここでは認められたわけです。まあ、いろんな要素があるでしょうね、これはね。例えば、やっぱその普段の関係性ですよ。まあ、まあ、12歳の女の子。まあとても抵抗できるような、ね、立場じゃないし、まあ自分の、まあ親ですからね、親だし、あとはもう日頃からむちゃくちゃひどいことしますよね。タバコの火を打ち付けたり、してるわけですから。そういうのが あるから、もう命令されたら、その子が本当は盗みたくなくてもやらされないじゃないですか。そういう状況まで支配してるからこそ、道具と言えるわけですね。で、これ判例100選の解説のちょっと引用なんですけども、ちょっと二つの要素が、まあ、勉強してほしいなっていうところがあって、まず一個目は、刑事未成年を利用する場合も、それだけで形式的に間接税犯とする極端従属性説立場を取らず、面識能力のあるものの利用は、共産犯となり得ることを明らかにしたということで、まあ、これ何言ってるかっていうと、従属性説とかはこれ共犯の話だから、まあ、別にいいです。大事なのは、刑事未成年。っていうのは何かっていうと、これね、41条になってます。刑法41条。これちょっと見てもらうと、41条ね。これ。
14歳に満たない者の行為は罰しない。うん、13歳は罰しないということです。14歳から罰する。ってことです。で、この子は12歳なので罰されないんですよね。で、まあでも、刑事未成年だったら、もう即間接正犯成立するっていう立場ではないんだと。だってそれだったらこんな認定いらないでしょ。日頃の言動に不死とかって12歳の時点で、はい、12歳だから間接正犯ねってやってないからね。そうなんです。あとは、ここです。弁識能力なるものの理由は共産犯となる。つまり、道具と言えないっていうのは、つまり自分で判断して行動している人間を、犯罪させるのは、これは、間接正犯じゃなくて、共産犯っていう別の犯罪なんですね。共産犯は61条にも言ってるんですけど、人を強さして犯罪を実行させた者には正犯の刑を課すってことで、まあ、そそのかせるってことです。やっちゃえ、やっちゃえ盗んじゃえ、盗んじゃえみたいな。これが共産犯です。で、それは何が違うかっていうと、共産犯は言われて自分の意思で犯罪してるんですよ。強さされた人はね。やっちゃえ、やっちゃえ、そうか、やっちゃうか、みたいな感じです。で、間接正犯は自分の意思ではないんです。ここが大きな違いね。だから、面識能力がある人間を利用する場合は共産犯、つまり自分の意思で行動している場合は共産犯です。自分の意思を持たせないレベルで、間接正犯。で、もう一つの判例、白線からの抜粋は、こういう強制力とかをね、無理やりの場合は、判例は非利用者が他の行為の可能性がない程度に自由な意思決定を阻止されている状況にあることを、まあ、間接正犯の基準にしているというふうに言えるだろうということで、結局、だからまあ、違う行動を取れる選択肢が残されているんだったら、まあ、それは自分の意思で、そっちを取らずに犯罪をやったわけだから、それは間接正犯じゃないんですよ。道具じゃないんですよ。道具っていうのは道具って意思がないわけですからね。ドローンって意思がないでしょ。言われるがままでしょ。言われるがままにやってれば間接正犯なんだけども、ただ、その中で選択肢があるのに、違う行動を取ることもできるのに、それをせずに、もう実行してたら、それは間接正犯じゃないんですね。もう他の選択肢も取れない。もうこの子にね、この子とか、この子に他の選択肢取れっていうのは酷でしょ。だから、だってこの子、親だから、この子逃げれないよ。だからこれ親子じゃなかったら逃げたらいいじゃん。だから自分の親のところに逃げて、なんか変なおばさんに命令されたと言えばいいんですよ。でもこの子はこの親だから、この人のところに戻らないと生きていけないですよね。だからもう他の選択肢なんかないんですよ。盗んでこなかったらまたライターとか落ち着けられるんでしょ。タバコの火か。落ち着けられるんでしょ。もう。ダメですよ、これは。もう、っていうことですね。はい。っていうので、まあ、これは間接正犯だねっていう感じなんですね。で、これは分かりやすいパターンですよ。分かりやすいっていうか、まあまあ、確かに間接正犯だなって思ってもらえると思うんだけども。ね。あとはこれね、当然、このお母さんなのかな、これ。うん、お母さんかお父さんかちょっとはっきり書いてないから、それはちょっと、分かんないとして、どっちでもいいんだけども。うん、まあ、親がね、やってる。この親は、まあ、その他人である幼女を、まあ自分の道具として、まあ自分で、当然この子が欲しいものを盗んできなじゃないから、自分が、もし欲しいものを盗んできなだから自分の犯罪を実現する意思だし、当然これ一方的に支配利用しているよねって話になるわけですね。で、本当はね、ここの1から7を、まあ、全部説明する予定で、まあ今1しか説明してなかったね。で、あと残り2から7を説明していきたいんですね。で、ただ、1からなら全部説明する時間も残ってないので、まあ、ちょっと可能な限りで説明すると、例えば、過失犯の利用っていうやつ見てみようか。で、これは、ベックのテキストの48ページ。48ページちょっと開いてもらうと、これですね。はい。甲が A を殺すつもりで毒の入った注射器を情の知らない看護師オツに渡し、その注射により A が死亡した場合、甲がオツに注射器を渡して A に注射させる行為が殺人である事故行為と言えるかということで、これですよね。医者とかが、注射器に毒入れて看護師に渡すと。で、その毒の注入、だって人が死ぬかもしれない実行行為っていうのは毒の注入だよね、普通に考えたらね。それをやってるのは看護師だよね。で、だから、これは看護師を使った間接正犯を検討するんだけども、だから、これがもし、つまりどういうことかっていうと、そもそも、あなたが毒の入った
注射器をその直接注入すればそれは自己行為だけど、人が死ぬ危険性があるからね。でも看護師に渡して、はい、これあの人に注射してって言った、その段階でも十分死ぬ危険性があれば自己行為と言えるんだよね。自己行為の定義からするとね。で、それが十分危険性があるっていうのは、その看護師が道具のようにそれを実行して初めてそう言えるんで。なぜかっていうと、看護師は看護師で、普通は、まあ、細かいこと知らないんだけども、やっぱ、その薬はちゃんと大丈夫な薬かチェックして、で、大丈夫だなってなって、まあ、ダブルチェックみたいなことをして注射すると思うんだよね。で、そこで気づかれて、あ、これ毒じゃん、ダメじゃんってなったら、それは、死なないわけですよ。だから、その可能性が十分残ってるんだったら、それは、はっきり言って、渡しても実行行為でも何でもないです。だって皆さんそうでしょ。皆さんが、ど素人の皆さんが看護師に、この注射あの人に打ってって言って、それが殺人の実行行為になるわけないんです。そんなことしたって看護師は打ってくれないから。だけども、医者が看護師に言ったら話別じゃないですか。うん、ああ、じゃあ打たなきゃってなるんでしょ。でも、これって厳密に考えたら、他人の過失を利用してるんですよね。看護師は看護師で自分でその確認するっていう業務を怠ってますから、看護師にも過失があるんですよ。で、看護師に過失があっても、それは、カウンセル制覇を認めることができるかっていうと、まあ、認めることができます、正直なところ。確かに過失はあるけども、やっぱりその関係性からいくと、やっぱり十分その過失によって、そのまま注射する可能性が高いと言えれば、それはもう道具として支配されていると言えるんですよね。だから、こういうふうに、いろんなパターンがあるんですよ。つまり、人を脅してやらせるパターンもあれば、その、過失を使って、なんだろうな、だから、本当は過失がなければ発生しなかったんだけども、その過失の状況によっては、その過失があったとしても、看護師に過失があっても、それは道具と言える、間接正犯と言える場合もあるわけですね。で、あとは、ちょっと待ってね、あと大事、これと比較して大事なのが、どっか、あ、これか。はい、あ、これさっきね、このパターン、ここに過失があるものを利用する場合も、まあ、カウンセル正犯となり得るわけなんですけども、で、看護師は看護師で業務上過失致死が成立するんだけどね、うん、医者には殺人のカウンセル正犯ですよ。看護師は故意がないからね、死んじゃうかもしれないっていう故意がないから、これ過失なのでね。で、医者は殺そうと思ってるから、殺人のカウンセル正犯ですよ。で、あとはこれ、まあ、これ何の問題もなく認められるのが、故意のも過失もない場合で、利用者、非利用者ね。これですよ。郵便配達人を利用して毒入りワインを届けさせると。で、ワインを、毒入りの入ったワインを届けるという行為をやったのは誰ですかって言うと、郵便配達員ですよね。で、その人の行為は、でもその人は、だって、看護師と違って、ワインの中に毒が入ってるかどうかって、郵便局の人って絶対調べないじゃないですか。だから郵便局の人って過失ないんですよ。だからこれはめっちゃ認めやすいです。これは、だって超道具と言えるでしょ。一方的に支配利用してるでしょ。だって郵便局に行って正規の荷物の手続きをすれば、当然その郵便局員はその人の家にそれを届けるわけだから、絶対に届けてくれるわけだから、これは完全な道具ですね。一方的に支配利用されているわけですよ。だからこれは何の問題もなく普通に、まあ、当てはめればいいですね。この場合郵便局はもう当然申請っていうのかな、注文っていうのかな、注文に応じる義務があるわけだから、当然にこの注文者に一方的に支配利用されていると言えるわけだ、言えるって書けばまあいいわけですね。一方で、看護師はちょっと違うと、うん。ちょっと書き方が変わる。確かに過失はあると。で、過失があるという表現を一言書けるだけで、ちょっと点数が上乗せされると思います。確かに看護師に過失がある。しかし、まあ、一般的に医師に指示されれば、その看護師が過失、看護師の過失によって、その、言われるがまあ注射する可能性は十分にあるわけだから、この場合でも一方的に支配利用していると認められるっていうふうに、ただ、何の、制限もつけずに、支配利用されてるって書くんじゃなくて、過失はあるけどもっていうね。でも医者に言われてるからっていう。これが医者じゃなかったらおかしいわけだから。っていうふうな、その一言をやっぱり追加することによって、この丸二の、このね、丸二の当てはめで、他の人と点数の差が生まれるわけですね。で、郵便局員だったら生まれませんよ、差なんて。うん、誰がやったってっていうか、誰が考えたって道具だから。っていう話。で、あとは、その、さっき言うと、パターン B、これがパターン A ね。パターン A、全く何も問題ない場合。パターン B、過失の場合で、パターン C は、他の犯罪の行為がある場合で、これが、例えば、丸三とかが、その例なんだけど、異なる行為犯の利用ってことで、屏風の背後に人がいることを知らない者に、屏風を、まあ、弓とかでいさせた場合。つまり、屏風の背後に人がいて、で、この人に命中させる目的で、
人がいるって知ってる人が知らない人に、もしあの屏風を見てみようみたいな、平安時代みたいなことにさせて、で、よし、いるぞってバーンって言うと。で、これって、屏風が他人のものだったら、器物損壊なんですよ、普通に。でも、その人は器物損壊になるって分かってるとしますね。うん。まあ、もちろん自分の屏風だって言えば、それはもう、もはやもう自分の、同意を得てるから器物損壊とかに ならないと思うんだけども、他人の屏風だったとしても、器物損壊にはなるんだけども、でもその行った人は、弓行った人は、人がいるって知らないんだよ。ね、この場合、器物損壊っていう意味では、道具と言えるのかどうか怪しいわけです。っていうか、まあ、道具と言えないんですよ。もしくは器物損壊をやるっていう意思を持って自分でも器物損壊をやるって知った上でやってるから器物損壊の関係の手法にはならないでしょうね、この場合ね。ところが殺人の話は別です。その人は知らないわけだから。で、これをどう説明するかっていうと、これはね、規範的障害がないっていうふうな説明するんですよ。まあ過失もそうなんだけども、規範的障害がないと、つまりまあ、それで言ったら一も規範的障害ないんだけども、全部規範的障害ないんだけども、全部っていうか、まあ、あんまり考えにくいんだけども、要するにね、人を道具として利用するときに一番問題ないのは、普通に人に犯罪させようとしたら人は踏みとどまるんですよ。いや、犯罪だからダメじゃん。でもそれを犯罪って知らなければ踏みとどまれないんですよね。これがポイントなんですよね。踏みとどまれない人間を犯罪と知らずにやらせることは、これは一方的に支配によると評価できるんだよね。で、これは器物損壊と殺人というふうに材質が違っても、殺人については批判的障害がない、つまりやっちゃいけないよねって踏みとどまれないんですよ。だから利用者の意図する犯罪の認識がない、殺人の認識がないから、これ反対動機、つまり人を殺しちゃいけないよねっていう反対動機を作れないから、もうこれは道具とみなせるんだよっていう、そういう理屈ですね。なので今日はちょっと3番まで説明しました。だから、4番からちょっと次回説明したいと思うので、本日の講義は以上にいたします。お疲れ様でした。